はい皆さんこんにちは講師の森田隆一ですそれではですねただいまより不動産鑑定試験2024合格基礎講座経済学第1回目の講義を開始いたしますどうかよろしくお願いいたします はいえー、本日ですね、合格基礎講座の経済学の、ねえー、授業がスタートということになりますけども、えー、第1回ということでありますので、まあ、初めにですね、えー、ガイダンス的なですね、えー、お話をさせていただければと思います。であのまだね、あの教材があの出来上がってないんですけども、 まあ本日分は、ね、もちろんあるわけなんですけどもあの皆さんのお手元にですね授業を聞く際にですねこれだけは、ねえー、必要だというのがありましてですねそれが合格バイブルですねなんかいろいろあろうかと思いますねなんかこうテキストだとかこう果けだとかで番、ね、書ノートとかいろいろあるかと思いますけども、まあ、絶対置いといていただきたいのは合格バイブルですねで結構いろいろメモもね、えー、多くですね、えー、授業中に取っていきますのでしたがってあのなかなか取り切れないと メモをちょっとね、取りきれないということもあろうかと思いますんで、板書ノートっていうのもちょっとつけておりますんで、えー、その板書ノートと、まあ、合格バイブル、まあ合格バイブルが、ね、あれば大丈夫かなっていうふうに思いますけども、まあその辺をお手元に用意してですね、授業の方に臨んでいただければと思いますね。ですから逆に言えばですね、んまあ,あのテキストだとか、講歌けだとか、その辺ね、別に手元になかったとしてもですね、噛まないという感じで聞いていただければと思いますね。 で、まあ、このですね、経済学はですね、この講座はですね、全18回ありますよね。で、合格基礎等連というのがプラス2回で、え引き継いでくるというような感じなんですけども、まあ、この合格基礎講座全18回で、まあ、1回あたり2時間半ということでありまして、で2時間半ずっとね、えー、ぶつ,つけで話してもいいんですけども、まあ、私もさすがにね、えー、疲れますし、皆さんも、あの、いい加減にせやっていう話になろうかと思いますんで、間でぶった切りますんでね、2時間半のちょうど間ぐらいでぶった切っ ですね、さ,さらにですね前半と後半でまた間にちょっと、えー、分け目入れてですね、あのー、4ブロックからね え、構成される、ですね。一コマ、四ブロックから構成される構成になっておりますんで、まあ、そのつもりで、え、ですね、授業に臨んでいただければな、というふうに思っております。ではですね、早速なんですけども、えっ、ー、と、このバンス、えー、合格バイブルですね。まあ、私がですね、この合格バイブルっていうのをですね、まあ、いつぐらいですかね、ちょっと作って、えー、作ったんですけども、うん、まあ、毎年毎年ですね、継ぎ足し継ぎ足ししてっておりますんで、だから去年よりも今年の方がね、えー 改善していいいるととううこででですすねねななぎ屋のタレみたいなもんですね毎日毎日ね、仕込んでますんで、どんどん倍増アップさせているんですけども、2024合格向けのですね、合格バイブルが、最新のね、最新のですね、一番最も合格に近いね、合格バイブルだというふうに思っておりますが、そちらを手元にですね、お手元に用意していただければと思いますね。そちらの1ページ目のところに、ゼロイントロダクションというふうに あるんですけどもまずですね本講座の目的ですね、まあ、ここを確認していきましょうかねということですね、まあ、本講座の目的は何かというと経済学の合格答案を書くんだということにつきますね、もう本当にこれに尽きるということなんですね、で合格答案を書く、これはもう皆さん、ね、ご存知の通りだと思いますし、あんな当たり前のこと言ってんじゃねえというふうに思いの方が多いかと思いますけど、ここで言ってる合格答案というのはですね何かというと、ですねこうなんですよ。 ここで言ってる合格答案っていうのはトップ答案じゃないということですね。あのトップ答案を書こうとしたらですね、非常に時間がかかってしまうと、場合によってはもう5年10年かかる場合もありますよね。で、そんなことをしてる余裕がありませんから、人生はですね、そんなに長くありませんので、まあ、したがってあのー、短い期間でですね、まあ最短でやっぱり受かっていただきたいということで、だから無駄なことはしちゃダメだということですね。なので、最短でというのを考えておりますんで、まあしたがってトップ答案とかね、むしろ目指さない とトップトー案を目指していくとです、ね、非常に時間がかかっていきますから合格できる水準の投案それはトップトー案じゃないとだから基本的なことをきちっと抑えている投案ですね。 えー、だから本試験というのはですね、まあ、非常に過酷なんですよ、こんなの知らないよっていうのも出る場合もあると、まあ、例えば20、えー、ごめんなさい2022年のですね黒経済学なんかは非常に難問だったですね、あるいはかつても難問のですね経済学の問題というのは出てるわけなんですよ、じゃあそういうのを解けなければいけないのかというと、ですねそういったところでは差がつかないんです、ねえー、合格者はむしろできてないんです、じゃあどこで差がついているのかというと、基本的な問題なんです。 基本的な問題のところで落とした方は受かりません。基本的な問題でできてた方が受かっていく。難しい問題はみんなできないんですよ。だから、基本力を身につけていただきたい。基本力、基礎力を身につけていただく。えー、その際に、えー、重要な、うん、位置づけにある講座がですね、本講座、合格基礎講座であるということなんですよね。 ですがもうトップ当案とかむしろ目指さないと、えー、合格できる最低限の当案でいいんですそれっていうのは基本がしっかりしてる当案なんですねで基本がしっかりしてれば受かりますんでいいですか 余計なことをやらなくていいです。で、まあ、つまりということですね。夏に2時間で2枚の合格答案を作成するということにつきますね。じゃあ、そのためには何をするんですかっていうと、短期合格にはですね、戦略が必要になると。で具体的に言うと、350時間の学習時間をですね、まずは確保していただきたいかなと。まあ、大体ですね、まあ、レックで申し上げているのは、2500時間の勉強時間を、まあ、人によっても,もちろん違いますけどね。まあ、例えば、あの、大学院まで、 例えば経済学で出てるんだったらです、ねまあ、それほど経済学に勉強時間いらないでしょうし、えー、例えば司法試験合格者であれば民法免除ですから2500時間の勉強時間がそもそもかかりませんし会計費だったら会計,会計学免除です,よ、ね、ですから人によってばらつきはもちろんありますよ、ね、人によってばらつきはもちろんありますけども、まあ、大体です、ね、合格者の方々からです、ね、聞いてると、まあ、2500時間ぐらいは勉強している方が多いかなと。まあもちろん 非常に少ない方もいらっしゃいますけれども、まあ、大体これぐらいはかかるかなとで経済学でいうと350時間ぐらいはですね、まあ、ちょっと必要かなと、まあ、これもやっぱり個人差ありますだから経済学ってこれから述べていきますけれどもうん、まあ、結構理系に近い学問なんですよねですから数学、うんまあ、つまり理系の方は非常に有利ということになりますんで、まあ、理系の方なんかは比較的時間があまりかかんないかもしれませんねでそれに対して文系の方しかもですねちょっと数学も ももうう完璧に忘れれれたとというのであればちょっと時間がかかるかるしれませんね例えば因数分解であるだとか、まあ、いろいろ方程式だとか関数だとか、えー、中学校までに勉強してるですね数学算数これはもちろん出てきますし、えー、さらに微分計算だとかそういうのも出てきますんで、まあ、したがってそのちょっと数学にアレルギーあるという方であれば350をちょっと超えるかも、えー、もう少しかかるかなというふうに思いますけども大体350時間ぐらいなのかなということで、まあ、これぐらいは私にお時間ください。 くださいいいですか。えー、まあ講義時間も込みでということでありますね。ではあの合格戦略ですね、方法論なんですけども、えー、やっぱりですね、インプットとアウトプットが大切なんですね。あの例えば不動産鑑定試験は担当論文ということでありますけども、あの担当式試験はですね。 まあんまりアウトプットって関係ないんじゃないですか。えー、だってマークシートですから、あ塗るだけじゃないですか。ですから、あんまりアウトプットを意識したトレーニングっていうのはそれほどいらないかと思いますけども、論文式試験です、不動産鑑定試験は。で、結構がっつり書かせるんですよ。 ね、だから、まあ、アウトプットをです、ね、きちっとしていかなければいけないだけど、インプットしてないとそもそも値段がありませんから書けないんですよ、ね、だから白紙のところに書いていくこれが不動産鑑定試験における論文式試験ですよだから担当とは訳が違うんですよね担当式試験は塗るだけですよ、極端な話、ね、マークシートに塗るだけですよ、えー、ですけども白紙の状態から組み上げていくということですから、まあ、相当の知識、考え方がそもそもあってさらに練習していかないと。 ね、えー、アウトプットしていかないとということでだからインプットアウトプット双方が必要になってくるということなんですねでまあそのインプットのまずポイントですね知識考え方これを頭の中にギュッと入れていただくということになりますけどもやっぱりこれになります、えー、学習の基本というのは理解と反復なんですね えきちっとまずは理解をするということ、そして反復練習ですね、理解と反復がですね学習の基本です、もうこれ以外ないかなというふうに思いますね。あのただ単に丸暗記っていうのは、はっきり言って経済学においてはもう全然だめです、ね。丸暗記して受かるっていう方は、本当に奇跡的にいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、採点者は、えー、きちっと理解してる方を通そうとしますからね、ですから、あのまあ、適当に暗記して乗り切ろうっていう考え方は、ですねむしろやめていただきたいかな。 ととといいいううふうに思いますねきちんと理解していくと、ね、やたら難しいのはしょうがないですよそれはは、ね、やたら難ししいいのはしょうがないですけど不動産鑑定試験で合格に必要なですね基本的なところっていうのはそんなに難しい数学つかないですよ。もちろん微分は使いますよそれは申し訳ないです。それはもちろんあの初めに <laughs> 謝っとかなければいけないところかもしれませんけど高校数学使うじゃねえかみたいなねそれはちょっとあの微分はちょっと使いますけどもだけどやたらに難しい例えばね微分方程式だなんだってもうそんな,なんかね移送なね。 数学なんだってその難しい数学そのちょっと数学科じゃないと分かりませんっていう数学もあの経済学ある領域ではもちろんバンバン使うんですけどもそんなん出ませんよ。で仮に出たとしても全然できませんよ。なのであのまあちょっと確かに難しい数学難しいっていうかね微分とかそういうのを使うこともありますけども、まあ、使いますけども、えー、だけどやたら難しいね数学は使えませんので。でだかから微分計算なんかも 解くだけだったら別にね、5分ぐらいの解説できできますよ。だから微分のね。 あの本質的な意味とかから遡ってですね、関数とは何かっていうところから遡ってやるとしたらね、私、大学の教員なもんですから、大学でミクロ経済学とか日本経済論とか、あと経済数学っていうのを教えてるんですけど、経済数学はウェブにもアップロードしてるんですけども、講義をね。だから大学の例えば経済学部の学生に向けたですね、経済数学というその数学の講義があるんですけども、それだったらですね、全15回、全14回でですね、微分経済について語りますよ。それはもう 経済学部の学生に語ってるから。 だけども不動産鑑定試験はですね、あのーまあ、合格する、あのー、一般共有の一つですからね経済学というのはで合格に必要なその微分というのは微分の本質とかそこまでは遡らなくてもいいんですね計算のやり方これを身につければよくて計算のやり方だけだったら5分ぐらいで終わりますよだから本日早速やってもいいぐらいなんですけどもそれやっちゃったらもうね経済学嫌いですというふうに、ね、なっちゃうかもしれませんので初めちょっとね、あのー、嫌なところは少しちょっと後回しみたいな感じで微分に関して ではちょっと、うんそうですね、間ぐらいの全18回の真ん中ぐらいに持ってこようかなというふうに思ってるんですけれどもちょっとあの、えー、繰り延べるという感じなんですけれどもね、えー、だけどもまあ微分はそんなにねやたら難しいわけじゃありませんのでやたら難しいところから出ませんので、えー、計算さえできればいいとそういうふうな軽い気持ちで、ねえー、いていただければと思いますね。まあ、現に、ねあのまあ、私は年からこのをです、ねえー、レックででやってるわけけなんですけれども うーんまあ文系の方の方が多いんじゃないですかね合格者の私の合格者の方だったらねで別に数学得意じゃないっていう方は多かったですけどもあの普通に受かってますんでだからやるべきことをやればいいんです、ね、受かる方が当たり前にやるべきことをやれば受かりますから、ね、これが不動産鑑定試験ですよ天才じゃないと受かんない試験じゃないだけど難しい試験ですよ だけど難しい試験ですけけど天才じゃなければ受かんんなないい試験ででは全くないんですよしかもあのちょっと合格者の数が増えてきてるんですよね最近はねいっときキュッと絞ったんですよ合格者の数をだからあの時は結構厳しかったこの方なんで合格できないんだろうっていう方も結構いらっしゃいましただけど最近はですねこの方受かるだろうっていう方がですねきちんと受かっていってる試験になりつつあるかなと難関ですけどね難関ですけどそういう試験ですから、えー、努力が報われる試験でありますんでしっかりと努力して していただけれれればばと思い、ね、いいいますすすすねたただだ努力っっっててもんんじゃないんででよよやっぱり方法論戦略こ誤らから例えば北海道行こうと思ってね、えー、歩いて北海道行っても方向さえ合ってれば歩いてい,いつかは北海道行けるじゃないですかだけど方向が逆だったらですね沖縄行っちゃいますよ、ね、ですから何が言いたいのかっつうと方法論方向これ間違っちゃったらいくら努力してもですね、えー、水の泡になります、ね、だから汗かけばいいってもんじゃないですよ。 きちっとですね、方法論、戦略をですね、携えてですね、で、汗をかいていく。これが必要なことかと思いますね。では、えっと、 だから、理解と反復ですね。これをインプットでしっかりとやっていただきたいかなと。まあ、合格基礎講座、本講座ですね。それから、必修論点総ざらい講座っていうのが直前期にありますけど、こんなところでインプットいたします。まあ、残念ながらね、この合格基礎講座で、えー、必要な、あの、えー、不動産鑑定試験に必要な経済学の知識全部放り込むことはできません。まあ、7、8割ってところですかね。 えー、7、8割はここでい、えー、けちゃうと、だけど、やっぱり合格力を形成する際の知識、考え方、これ全部じゃないと、だから総談例だとか直前のね、講座なんかにも散りばめていってるということでありますので、えー、ワンパッケージでですね、ぜひ、えー、しっかりとですね、えー、講座を受けていただいてですね、吸収していただければと思いますね。 えー、これがインプット。で、アウトプットなんですけども、アウトプットやっぱり論文を作成する力ですね。これをですね、アウトプット実際書くということを通してですね、えー、培っていただければなと。で、答案練習会っていうのが予備校にありましてね、答案練習会で鍛えていく。そして公開模擬試験ですね、模試っていうのがありますので、その辺で実際に書いて鍛えていくということになりますね。でですね、ここも大切ですよ。練習こそ本番のつもりで、本番こそ練習のつもりでと。よくね、 練習は練習のつもりでやってる方いらっしゃるんですよそれなかなか受かりませんよ練習こそ本番のつもりでやるんですよ そこがとても大切になるなところですね。あの練習をぬるい気持ちでやってたらなかなかやっぱり合格には届かなかったりするんですよね。だからまあ本当に極端な話ね、10時から試験が始まりますよ。で経済学は午後ですよ。だから経済学のですね、まあ例えばあの水道橋でねあのライブ講義をやっててそこで答案練習会もやるんですけれども、今ご覧になっている方はですね、まああのウェブでっていう方が多いかなと。 ご自宅とかそういったところで、えーねえー、やられる方が多いのかなというふうに思いますけども、ね、全然どっちでもいいですよ、ね、どっちからも受かってますまよ、ねまあ、むしろ最近の傾向と、まあまあ、どっちも受かりますけど、まあ、全然ウェブからも出てますねで、ね、あるいは双方あの、ねえー、両方組み合わせているという方もいらっしゃいますよ。 えー、水道橋ちょっと今日行けないなって時はこ,このウェーブでっていう方もいらっしゃいましね。 いろんな方いらっしゃいますけれどもとにかく講座をですね消化していただければきちっと受かっていきますので、まあ、その辺は私はまあ自信を持っておりますで、えっとえー、練習こそ本番のつもりでというところなんですけれどもだからしっかりとねまずねあのこれはちょっとアウトプットの話だからまだちょっと早いっちゃ早いんですけどまだまずインプットですからねまずインプットですからただちょっと心構えというところで聞いていただければと思いますけどあの、ね、テストは試験は2時間なんですよね。 経済学、会計学、民法、共有三科目、何でもいいですけども、2時間ですよ。だからきちっと時間を計ると。だから、あ、誰も見てないから延長してもいいかな。だめです。延長はだめです。延長はだめで、でちゃんときちっと時間を計ると。そこのところをしっかりとですね、えー あの肝に銘じてほしいかなというふうに思いますねであとねまだちょっと早いですけども家でやるとね邪魔結構入りませんか、まあ、邪魔って言ったら失礼ですけども、ね、電話が鳴るだとか、ね、家電が鳴るだ家電切ってたりするしてもして,して家でやるんだったらむしろやっていただきたいですね鳴っちゃいますから電話ね、えー、あるいは、うん、そうですね宅配のお兄さんが来たりね ピンポンポつってねね宅配の方が来たりりだとかいろいろありますよ、ね、ですからその家でやってもいいですけれどもなかなかちょっとね本番と同じような状況が整わないっていう場合が多いんですよ。なので、まあ、例えば図書館行くだとか自習室行くだとかあそういったところでですね答案練習会を受けていただいて、まあ、きちっと、ね、練習こそ本番のつもりで。 ね、練習を練習のつもりでやってる方でなかなか受かっていかないですから、まあ、もちろんまれにいますよまれ、ね、に答案練習会ほとんど受けてませんっていう方でも受かる方いらっしゃいますけどまれです本当にに、ねえー、年一人いるかいないか、ね、何年かに一人そういう方いらっしゃるかもしれませんけども何年かに一人は、まあ本当に5年か10年かに一人ぐらいねなんかね答案練習会一回も参加してませんと講義は見てましたけどみたいなねそういった方いらっしゃいますけど例外中の例外ですよなのであのぜひあの答案練習会は受けていただく。 しかも本練習こそ本番のつもりでここをしっかりとです、ね、押さえていただきたいなと思いますねでさらにです、ね、ここですね字は濃く、大きく丁寧に、ね、あの字が、ね、薄い方いらっしゃるんですよ、ね、採点者あー、試験員の方年配の方も多いです年配の方薄かったら見えません小さい字だったら見えません、ね、なので大きな字で濃く書いてくださいそして丁寧に書いてください ね、字が読みにくい。これはもうす、あの、えー、非常に良くないことですから。字が読みにくいかあったらもう本当にね、何度も読み返されて、ボロ出まぐりですよ。ね。あの、結局、申し訳ないですけど、いくら皆さん勉強頑張ったとしてもですね、あの、専門家にはなれないわけですよね。経済学の。たかたか351時間ですから。 一つの道の専門家ってやっぱり1万時間ぐらいで最低でも勉強しないとそれは専門家にはなりませんよだから350時間っていうのは本当に必要最小限のことをなんとか学びましたっていうレベルなんですよですからね試験員の方に読んでいただくということが大切そしてボロが出ないように丁寧な字で書くということが大切汚い字で書いたら一読して読めません一読して読めないんだったらどうですか何度も読み返されますよ何度も読み返されたらボロ出まぐりですよね 申し訳ないですけど350時間の勉強時間ではプロが書くような文章は書けませんから何度,も読み返何度も読み返されたらボロが出まくったら減、ね、点されまくって結局6割いかないと6割が合格なんですよ、6割いかないということになってしまいますよ。1点、2点で不合格と。 そういったもう本当に残酷な状況を私はもう2007年からやっておりますからねいっぱい見てきましたんでねそういうふうなことに陥らないように一点でも多くそれは丁寧な字で書こうということでかなりね点を拾えますんで読みにくい字で書いちゃったらそこでポポポポポポロ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 ロポロ点数が落ちていきますよそしたらなかなかねやっぱり一点二点を争う試験ですよ。のの級級ととはは違うんですねボギの3級は学びましたと ねえー、レベルを超えてまますすというので受かりますよ、ね、そうじゃない、ね、不動産鑑定試験は、ね、受かりやすくなったといえどもそうじゃないというところですねしっかりと押さえていただければなと思いますねであと教材の絞り込みですねやっぱり手を広げないでほしいかなと、ね、経済学なんか面白そうだなということで本屋さん行ってですねなんか経済学入門みたいなこんな分厚いやつをね買ってきてですね1ページ目から読んでいくとそしたら終わりませんので、ねえー、しかも分厚い本でね 不動産鑑定試験に出ないことばっかり書いてるね経済学の入門書っていっぱいありますよ。ねえー、私はもうあの経済学専門にやってる人間ですからどこが出てどこが出ないのかあるいはここが手伝ったとしても受験生できないっていうのも,もうすべて分かってますよだって2007年からやってるわけですからね。なので、あのー、何が言いたいかっていたかとう、あのー レックの教材をだかからこそ信しして欲しいかなと、ね、ご自身で分かりやすそうだなっていうのを見つけてですねそれをやって確かに分かりやすいかも分かんない、ね、分かりやすいか,かもしれませんだけど試験に出ないってこともありますよ、ね、それを、ね、素人の方がこれはテストに出るテストに出な,い出ないっていうね判断するの大変じゃないですか。 ね、私は2007年からやってますから、どこが出そうでどこが出なくて、これが出たら、えーえー、合格者の方だったら必ずできる、えー。これが出たら合格者の方でもできない。これ分かってますよ、ね。プロですから。ずっとやってきてますから。だけど、初学者の方でそれ分かれないじゃないですか。だから、まあ、予備校なんかをうまくですね、使っていただければと思いますね。で予備校の教材やっていただければと思います。でですね。 えー、合格のための教材ということで、まあ、戦略なんですけれども、えー、戦略っていうのはあのマイケル・ポーターという、まあ、経営学者いらっしゃるんですけども、まあ、有名な方ですから皆さんもご存知の方の中にはあの結構いらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、えー、戦略をこういうふうに言ってもらいますよね戦略とは何をやらないかを決めることということですねですからその私の合格戦略はですねもう教材に絞り込むとねえー、他の教材には手を出さないと。 もうやらないことを決めてください、もう他の教材に手を出さないと、ね、絞り込んでいただければと思いますね、絞るということが大切です、ね、350時間もあるんじゃないんです、350時間しかないんです、手を広げたら、ね、浅くなってしまいます、ね、やっぱり基本が大切と、ね、基本をしっかりと身につけるためには、ですね1つの教材をしっかりとですねやり込むということが大切なんですよ。 手を広げたら、どうしても浅くなってしまう。理解も浅くなってしまう。受かりません、それだって、ねえー、しっかりとですね、えーまあ、教材を絞り込んでやっていただければなと。主な教材ですけども、合格バイブルですね。で、経済学得意だって方は、効果けも併用してください。ただ、うん、まあ、なかなか厳しいかなっていうふうに思いますんで、あの、経済学がご専門じゃない方はね。 経済学部だったないしは経済学なんかシンクタンクとかで経済学に携わった仕事をしてるとかそういう特殊な方はですね、うんまあ、あのいらっしゃると思うんですけどもそういう方は経済学おそらく得意でしょうから、まあ、例えば甲賀家とかそういうのも併用してですねやっていただければと思いますねだけど経済学苦手だと大変だという方はもうとりあえずこの合格バイブルだけで結構ですでこんな教材を扱いますんでこんな教材をですね、えー、使っていていただければと思いますけど ただオプション講座もありますねねオプションのものはちょっと苦しいんだったら取らなくても結構ですから、ね、買ってくれっていう風に言ってるわけじゃなくて、まあ、こういうのがありますよと。で、オプションのものはですね、あのまあ、最悪ちょっと、えー、苦しいならばやらなくても結構ですけど。であとねねこれは、ね あのお前宣伝してんじゃねえっていうふうに怒られちゃうかもしれませんけど、まあ、私がミクロ経済学計算の号旗っていうのを2022年のですね5月に出版したんですねであの、まあ、不動産鑑定試験受験生向けにあの書いたとね で、不動産鑑定試験受験生向けとかっていうふうに書いちゃうとですね、あの、ちょっとも売れませんから、マーケットが小さいから。なので、あの、ミクロ経済学計算の極意っていうふうにね、えー、あの、書いて、えー、まあ、タイトルにします。そういうタイトルにしましたけども、まあ、実は鑑定試験受験生向けなんですよね。だから、さ、20、例えば22年のですね、えー、ミクロ経済学の問題だったら、これやってれば楽勝ですよ、はっきり言って。ね、これやってれば楽勝に2022年のミクロ経済学のですね、経済学の問題は解けたと、公共 教材というのが出たんですけどね。なので、あの何が言いたいかっていうと、あのこれをまあ,あの設定してんじゃねえって感じなんですけども、あのこれもね、ちょっとあのあの、えー、計算力がですね、まあ,ある方はですね、えー、早くからこのね、合格バイブルとともにですね、こちらやっていただければと思いますね。あの講座ないというね、あのアウトプットの講座が、あくまでさいインプットの講座がですね、直前期にあるんですよ。えー、ライブだったら年明けですかね。 うんまあ、それぐらいにあるんですけれども、えー、そこまで計算問題ってなかなか扱えないんですよねだから初学者の方で計算力がちょっと自分はあんまりないんですっていう方は総ざらいまで待っていただいてもいいんですけれども計算力が理系の方であるような場合はですねどんどん進めていただきたいんですよでその際にこのね、えー、計算の極意ですね活用していただければと思いますね ではですね、えーと、経済学の概要というところですね、えー、お話ししようと思いますけれども、その次のページ、3ページですね。うん えー、経済学の概要ですねそもそも経済学とは何でしょうかというですねお話からさせていただきますけど経済学というのは何かなというと経済現象の仕組みですね、えー、からくりですねこれを明らかにしていくような学問であるこれが経済学ですね。あの本当にですね、まあ、結構厄介な学問ですよ学問の中でもねどうして厄介なのかというともう数学使いまくるから。 もうやたら難しい数学もですね最先端のところでは使ってきますんで、まあ、そういった意味では厄介なあそうういいった学問ととううに考えることができますよ、ねあのーまあ私私立大学の、あのー、教員をしてるんですけどもまあなんかこの日本の大学ってね あの経済学は文系ですみたいなそういう風潮があってですね私もその被害者の一人ぐる一人みたいな感じなんですけども、えー、私立文系の,あの経済学部出身なんですけどね要は何が言いたいかっいうと経済学は文系だっていうそういったこうね、うん、大学の入り口ではそういうふうな装いをしてるんですけど実は理系なんですよねだから大学に入ってから1年生で微分「微分だ積分だ,分だ行列だなんだ」っていうふうにいろいろやってですね騙されたみたいなねそれで落ちこぼれちゃうっていう人がですねいっぱい出ちゃうこれが経済学部な なんですけどもだから、まあ、結構数学使って大変というまあ、だから実際は理系の学問なんですよ。だけども一方でですね結構スリリングな学問なんですよね。それはどうしてかというとここですよ。論理的で実践的な学問ということですね。だから数学使うから極めて論理的な学問になるんですよ。数学使うから極めて論理性が高いそういった学問であるということなんですけども一方でですね実践的な学問なですよ。 日本銀行が行っている金融政策は経済理論に基づいております、ねえー、国の財政政策、ねえー、経済学に基づいてやってるわけですよ、ね、あるいは、うん、株式投資 FX 等々、ねえー、資金運用 金融投資いろいろあろうかと思いますけれどもやっぱり経済学を知ってるとですねこんな時円高になるんじゃないかなこんな時は売りが入って円安になるんじゃないのかなっていうねそういうのがだんだん分かるようになりますから、えー、なのでやっぱりこの実践的なところが経済学にあるということでねそこが非常に面白いところかなとだから社会,社会科学の女王というふうに言われておりましてですねノーベル経済学賞がある社会科学っていうのは経済学だけなんですよねでですからまあ非常にそういった意味では はあ、面白い学問かなという,ふうに思いますけども、まあ、ここで1つ注意なんですけども、あのー、経済学面白いですねっていう,ふうに言われる方も中にはいらっしゃるんですよだけどやりすぎないでください、ね、やりすぎない、ね、自分で本買ってきてやるだとかねあさっき申し上げましたように、ね、買ったこんな分厚い本からですね1個も出ないっていうこともあるんですよ。ね、非常にそここ危険なところですから あのそこのところを気をつけていただければと思いますね、だから経済学、好きだっていうふうになっていただくことは非常に嬉しいんですけれども、まあ、自分で手を広げてですね勉強したりすると、ですね遠回りになってしまいますのでね、受かってからやっていただければと思いますね。 では、えっと、じゃあそもそも経済って何ですかと消費と生産の集まりですね消費と生産をぐっと囲ったその全体が経済ということでありますそういったイメージを持っていただければと思いますねで経済学にはですね、まあ、不動産鑑定試験でもそうなんですがミクロとマクロこの大きく分けてですねミクロ経済学とマクロ経済学というのがあるんですよね。 えー、ミククロロとマクロで,す、ね、でまあミクロっていうのは何かなんていと、うと微視的にですねこの経済っていうのを考えていくわけですね積み上げていくわけですよ細かいところから積み上げててとでその際のキーワードが価格なんですねだから価格理論っていうふうに言われたりするんですねで一方でマクロっていうのは挙手的にですね経済を捉えていくということですねでその際のキー概念が国民所得まあ例えば GDP という概念が国民所得としても考えられるわけなんですけどもえー、まあ国民所得がですね ですね、キー概念だから所得理論というふうに、えー、マクロ経済学をです、ねえーまあ、言ったりもするわけなんですよね、ですかねえー、この双方から主体されるということで、えー、あります。 ででは次ですね、経済学の3種の人技というところなんですけども、えー、グラフの書き方、あのえー、ごめんなさい、えー、図式文章ですねこの3つがあとても大切ということでありますねあの経済学ってねあのそれこそ民法とかとの大きな大きな違いは何かというと、まあ、民法なんかはですね、文章で勝負するじゃないですか、ね、だけど経済学というのは文章だけじゃないむしろですね、文章以外のですね、道具がとても大切なんです。 言葉以外の道具が大切なんです。それは何かというと図、グラフですねそして数式ですねだから理系の学問なんですよ、ね、え図と数式、ね、図、式、文章この3つを、えー、考える際のツールとしてるということですねで通常の学問は言葉文章というのが大切なんでしょうけども経済学はむしろですね、言葉も大切ですけども図、グラフですねそして数式ですねそれが大切になってくるとだからグラフをきちっと書けるようにするそれが大切なことですしだから極端な話ね プロが書くような完璧な文章を暗記して書き出したとしてもですね、グラフが間違えたらもう0点に近いですよ。だってグラフ間違えてるんですから、ね。だから、ああ、この方は暗記してるんですねとね。グラフでこんな間違いをするということは暗記してるのがバレバレですねと。そういう方には合格者になってほしくないということで点数ほとんど振りませんよ。申し訳ないですけど。ね、なのであの、それに対してね、うん、文章が拙ないと。なんかうまくないと。 だけどもグラフきちっと書いててですね、えー、理解したあとはあるとあじゃあ合格してもいいんじゃないかとおいうふうになるわけですよだから理解をグラフと数式を使ってですねしていただくそういった学問がです、ね、経済学であり、えー、採点のポイントもそこなんですよ、ねえー、暗記した人ははっきり言って、えー、採点者は採点,あのー、点数を振りたくないです、ね、暗記ししている方はむしろ あのよくないと経済学では考えてると、ね、理解した方を合格させてあげたいと経済学では考えていると、ね、だから文章が多少下手くそでもいいんですよ、ねえー、あこれはこあ分かってんじゃんと、ね、もう少し文章上手ければいいのねでも分かってんじゃんもう丸ですよというふうになりますので、まあそ,のえー、そういう認識で、えー、捉えていただければと思いますね。 はい、えー、それではですねちょっと霧のいいところまで来ましたんで、ちょっと喋りすぎちゃいましたけれどもお、ここで一旦ですねブレイクをですね入れさせていただきます。 はい、えー、それはですね4ページの方行っていただければと思いますね、あのミクロから入りますんで、まずミクロ経済学の全体像というところですね、まあ、こちらをですね見ていただければと思いますねで、やっぱりあの全体像というのがとてもとても大切になりますね、あの経済学においてはですね全体像というのがとても大切です、全体像体系をしっかりとね、大まかに捉えているのか、そして今、どこやってるのかと、そこを絶えずね、 全体像の中のここやってんだよっていうのをですね、まあ他の学問でもそうでしょうけども、えー、そこをですね、しっかりと押さえていただきたいなというふうに思っております。では、全体像体系をつかんでいきましょうね。えっと、まずですね、こちらになりますね、経済主体ということで、経済学の登場人物ですね、あの、ざっくりと言ってこの4社になりますね、えー、家計企業、政府、海外と。 えこの4社がですね、ミクロ経済学の登場人物、経済主体というふうに言われますね、で家計っていうのは何かと言うと、消費者であり、労働者であり、貯蓄者であるということですね、あの家計っていうふうに言うんですけども、ね、家計っていうのは、まず消費者なんですよ、消費者っていうのは何かと言うと、消費する人ですね、ラーメンを食う人、ね、ボールペンを買う人、ねえー、何か消費する人、これを消費者と言いますね。 で消費をするということはです、ね、お金がないと消費できないじゃないですかラーメン食いに行くぞとでお金払ってラーメン食べられます飲みに行くぞとお金払って酒飲めますよ、ね、つまり何が言いたいのかというと、ねえー、消費をするということは金が必要になるとだから消費者っていうのは金を稼がなければいけないつまり労働者でもあるということです,、ね、ですから、ねえー、消費者っていうのは金稼な、まあ、世の中にはね あのすごい金持ちもい,いらっしゃるっていうのはねあのもちろん分かってますけど羨ましい話ですけどね私みたいに、えー、休みもなく働いてるようなね人間もいますけどもあの、えー、なんかね、えー 非非常地で、えー、絶え、タイツなんかこうね、えー、優雅に暮らしている方だっていらっしゃるじゃないですか。世の中にはね、全然働かなくても。だから、その、あの、労働しなくても消費できるという方も、もちろん世の中にはいらっしゃいますけど。例外中の例外じゃないですか。だから、通常はですね,ね。消費者っていうのは、労働者の顔も持つということですね。じゃ、あ皆さん。 稼いだ金全部使っちゃいますか、ね、労働者として稼いだ金全部使っちゃいますかためますよね、一部ね。何かあった時の何かに備えてると。 何かに備えてちょっと貯めておきましょうということですねだから銀行の預金だったりあるいは株式投資だったり FX やっちゃったりあるいはビットコインやっちゃったりといろいろあろうかと思いますけども稼いだ金全部使っちゃうというそういうワイルドな人ももちろんいらっしゃいますけども稼いだ金の、まあ、2割ぐらいは貯めるとかねそういうパターンが多いじゃないですか。 ですから家計というのはですね、消費者であり労働者であり一方で貯蓄者であるということなんですよね。いいですか。で、その際にですね、家計っていうのは、ね、目的があるんです、ね。目的がある。この消費する、労働する、貯蓄するこの際に目的はただ一つあるんですよ。それは何かなこれでです。雇用最大化ですいいですか。消費者っていうのはですね、家計というのは雇用最大化するっていうのが目的なんですよ。 家計というのは消費をしますよ労働をしますよそして貯,貯蓄しますよとその際の行動する目的それは何か雇用最大化なんです雇用って聞かない言葉だなというふうに思われたかもしれませんけど雇用というのは何かというと満足,感ですよ満足感を最大化するように消費をする貯蓄をする労働する。 まあそういうふうに考えていただければと思いますね。ですか。ですから、まあ消費者、家計、えー、労働者、貯蓄者の顔を持ちますけど、えー、彼らはですね、消費をします、財を需要しますということですね。えー、それから労働を供給します。お金がないと消費できませんから。ねえー、一方で、稼いだ金、ね、一部は貯めますよという貯蓄者、ね、資金供給をする面もあるという話になりますね。いいですか。一方でですね、この企業ですよ。 企業っていうのはものづくりをする人生産者そして人を雇う人雇用者、ね、人手が必要ですからねえー、車を作るっつったら労働者が必要ですよだから雇用する人なんですよ企業っていうのは、ね、一方で企業っていうのは人を雇ってものを作ることをしますけど設備がないといけないじゃないですかだから設備投資者でもあるんですよねですかね企業がものづくりをするものを作るということは人雇わないと。 そして設備がないと物できませんという話ですよね。じゃあその際のですね行動する目的何かというと利潤最大化ですね利益と言わないでくださいね経済学ではまあ若干概念が違うんですけれども利潤というふうに言ってくれてくださいね。 あの皆さん会計学もうすでにねやってるかもしれませんしまだという方もいらっしゃるかもしれませんけど会計学は利益という概念があるんですよねまあ利益もいろいろありましたねえ売上総利益から始まって営業利益経常利益ですねそれからうんあの当期純利益それから最近だったら包括利益とかあそういった概念もありますけどもいろんな利益の概念がありますが経済学はですね利益とむしろ言わないと利潤というふうに言ってくださいねですから。 ねまあ、ちょっと違いがあるんですけどもその違いテストで出ませんので利潤、まあ、最大化利潤というふうに言うんだなと押さえておいて頂いければと思いますねですからまあ生産をする利潤最大化が目的ですで生産というのは財を供給するということですねで財を供給するにはですね生産するには労働者が必要だと雇用者としての側面ですねだから労働を需要するんですね,ねで設備の投資っていうのをしないと設備がないと、えー、作れませんからだから投資をする人、ね、投資っていうのはこれね 設備投資ですよここでちょっと補足なんですけども投資っていうのは皆さんこっちをむしろイメージするかもしれませんね株式投資だとか証券投資だとか金融投資だとかこっちを見るイメージするかもしれませんけどミクロ経済学ないしはマクロ経済学理論経済学では投資といったらむしろこっち設備投資なんですあるいは住宅投資含める場合もあります。いいいですか投資ってうのは この設備投資、ないしは住宅投資を含める、えー、こういうです、ね、意味合いで使うことが多いですね、いいですかね。で設備っていうのは巨額ですよ、非常に高い。 金額的にちょっと、うん、いっぱいいっぱいの企業としても額になるわけですよねだからまあお金を調達して、まあ、具体的に言えば借りてきてあるいは新株発行してお金を調達して設備を購入するとそんな流れになりますねですから設備投資をするということは資金調達をするんだと資金需要をするんだとそういった話になりますねですかでその際の収支一貫したですね行動目的これが理事の最大化であるという話なんですねですか でまあ、消費者というのは消費をしますよ生産者というのは生産しますよということですねだから生産者が作ったものを消費していくとじゃあその際に取引される場所というのは何ですかっとれると市場で取引が成立するという話ですね。ね え消費者が欲しいものを市場で,ですね生産者から買うんだと、需要するんだと、生産者は供給するんだと、市場でその取引が成立するという話になりますね。市,市場って言わないでくださいね。市場っていうのはもっと具体的な、市場っていうのはもっと抽象的な経済学の専門用語なんですけど、ねまああの読,み読み方が問われるってことはあんまりないと思いますけど、もまあ市場というふうにえ言うとういうところは知っておいていただければと思いますねですかね。 でまあ、そのほかにです、ね、経済主体です、ね、政府、まあ、中央銀行政府中央銀行です、ねまあ、政府だけでもいいですけどもだったりだとかあるいは海外の人々ですね、この4者がです、ね、経済主体としては、まあ、ざっくりといるんだと。 でまあ、今度市場の話にまた戻りましてです、ね、市場はです、ね、実は2タイプあるんですね完全競争と不完全競争という、ね、競争がめちゃめちゃ激しいそういったマーケットと競争がぬるいと。 そういったマーケット。二タイプあるんですよ。だから、例えばね、生産者が一社しかいないマーケットっていうのは競争ぬるいじゃないですか。ライバルいないんですよ、ね。企業からしたらね。だから、レックド、例えば独占と、ねえー。レックとそれ以外の予備校があるじゃないですか。ね、ですから、あのー、予備校業界っていうのはこうライバルがいるから、ね、競争激しいわけですよ。ね、でそれに対して、例えば一社しかいませんんだったら競争ぬるいじゃないですか。 だから不完全競争市場っていうのがあってそれは競争がぬるい、すなわち例えば生産者の数が非常に少なかったりだとかそういったマーケットのことを指すんですね逆に完全競争市場というのは競争がめちゃめちゃ激しいと競争が完全に行われてますね競争が激しいですね、これが完全競争市場ですから完全競争市場というのはいっぱい生産者がいてライバルなわけなんですよだからなかなか競争が激しくて大変だとこれが完全競争市場。それに対して不完全競競争争市場いうのは相手が少な でですね、競争がぬるいとそういったマーケットなんですね。で、えー、ありますよとで競争が激しいマーケットが完全競争市場なんですけど、完全競争市場であればですね、まあ市場で価格と取引量が決まるわけなんですけど、完全競争市場であれば競争が激しいのでですね、資源の配分の観点で言うとですね、最適な状況が実現するんですね。いいですかね。だから競争が不完全だったらね。 えー、競争が不完全だから、まあ、例えば生産者が1社しかいないんだったらですね、ん、生産者が,がですね、1社しかいないんだったら価格、値段が上がっちゃうとか、そういうね、えー、不具合が。 発生すする可能性が高いですねだけど競争が激しいんだったらですね値段を吊り上げたやつがいたとしてもですね競争が激しいんだから値段を釣り上げちゃったら誰も買ってくれなくなっちゃうんですよだからあのあ高いと売れないんだなということで値段をこう下げてですね売るわけじゃないですか企業はねだからその競争が激しいとですね値段が適正,適正な水準になるんですよ。 適正な水準で、えー、あの価格が設定されますんで、まあ、したがって、えー、資源配分というね。 言葉を経済学では使うんですけどうん効率的な無駄のない状況が実現するんだとでそれに対して不完全競争市場というのは競争がぬるい価格がつり上がっちゃうからちょっと、ね、不都合な状況が発生しますよとこれは資源配分の点でよくない状況ですねということで非効率というふうに言われたりするんですけど、えー、完全競争市場というのは、まあ、その最適なんです、ね、状況が実現するんだということです、ね。ですかね だからあの独占禁止法などがあるんですよ。ね、えー、独占は悪だとね。最近だったらね、Google とか、えー、あるいは Apple だとか、まあいったところが日本でやってるわけなんですけれども、スマホでですね、そのなんですか。 アプリのダウンロード,ロードとかでもほとんどもう独占に近い状況じゃないですか他の企業やってないわけですからだから値段がつり上がっちゃうんですよねだからまあ日本の公正取引委員会もですねちょっとまだ、うん、ボロぼけしてんじゃねえっていうふうになるわけですよ、ねえー、要は何が言いたいのかだ,だからその、うんまあ、不完全競争市場だったら競争がぬるいから、ね、価格がつり上がっちゃうとこういうことで、ね、そうしたら不都合な状況,状況があ起こっちゃいますよねということですね なのであの完全競争市場というのは非常に理想的な状況なんですね。だけど、まあ、さっき言った申し上げましたようなグーグルとかアップルだとかそういったところが、まあ、少数の企業でこちょこちょやっちゃうという状況が成り立ってしまってうん不都合が発生するということですねで。いい状況が実現しないで失敗してしまうことをです、ね、市場の失敗というふうにですねで市場の失敗が起こるそういったケースというのは不完全競争競争がぬるいケースですね。 あるいは公共財、外部性費用低減産業、非対称情報、不確実性というふうに書いておりますけれども、これ、今は分からなくて結構なんですけれども、えー、いろんな要因があって、ないしはいろんな具体例があると、それぐらいで構いません、ねえー、しかもですね、非対称情報と不確実性に関しては、相座礼という、まあ、直前期の講座で扱いますんで、まあ、今はちょっとね、えー、置いといていただいてもいいんですけれども、それ以外はあ本講座でやりますでね。 要はその市場の失敗市場が失敗しなければいい状況が実現するんだけど失敗しちゃって悪い状況が実現しちゃうんだということですねじゃあね失敗していいんですかとダメだといい状況を取り戻そうということで政府が介入するんですよ市場の失敗を何とかしようということで政府が介入するんだっていうことですねだから資源配分を効率的な無駄のない状況を実現しようということで介入しますとねで一方でね 資源配分の点でもし仮にです、ね、無駄がなかったとしても、ね、いい状況が実現したとしてもです、ね、所得の分配がが不平等になってるる場合があるんですよ、ね、例えばね、えー、私は東京の三鷹というところの出身なんですけども同じ東京の三鷹市出身で私と同い年で,です、ね、あのグリー創業者のです、ね、田中さんという方なんかはです、ね、資産総額、ね、田中さんの資産総額1,320億円ですよ。 だからもう同じ年で同じ出身地で、ねえー、片や1320億円のです、ね、資産をお持ちということですねだから要は所得の分配って不平等じゃないですか、ね、これがもし仮にですね、今、日本はですね、資源配分が効率的な状況が実現しているのかというとなかなかそうではないんですけどもし仮に資源配分が効率的な状況が実現していたとしてもですね、やっぱり所得の分配っていうのはですね、不公平感が出てくるんですよ。 金持ちが出てきてき、ねえー、私のような貧乏人が出てきてということで不平等感がやっぱあるんですよね。で不平等な状況っていうのはですねやっぱり極端だとですね修正しないいとまずいんですよねなので、まあ、政府がですねだから累進課税って言ってですねいっぱい金稼いだ人は税率45%と、ね、あの所得税ということでがっつり取ってで、えーまあ、例えば生活保護とかでそういったところで。う 分配していくと再分配していくということで,、ね、で所得格差をちょっと埋めていくということをしているわけですねだから政府の役割というのは市場が失敗して資源配分が非効率になって良くない状況が発生するから最適資源配分を実現しよう効率的資源配分を実現しようということが1点と、えー、もし最適な資源配分が実現したとしてもですね所得の格差というのが出てくる勝ち組負け組みたいな格差というのが出てくるからそれをならそうと。 だからやっぱり所得格差がねあまりにもひどいとですねテロが起きたりだとかね、えー、あるいはもう襲撃されたりだとかいろいろよからぬことが起こりますからやっぱり格差をんある程度は是正しなければいけないんですよねだけどやっぱりね金持ちいいじめすすぎてもやっぱりダメなんですよそここ難しいところ、ね、だから極端な話ねグリーンのその何ですか 田中さんが1320億円の資産をもお持ちだと、まあ、ほとんど株式だと思いますけどねグリーンの創業者でその株なんでしょうけどもちょっとあの友達じゃないから知りませんけどあの同じ出身地だっていうことしか共通点あまあ同じ出身地で年が一緒っていうそこしか共通点がありませんけどおそらくまあほぼ株かなというふうに思いますけど1320億円もお持ちだとね えー、で、そ,の、まあ、それに悲願でひ,るひ,ひ,ひがむ人が出てきてですね、えー、社会が良くない状況にもなりうるじゃないですか。だから申し訳ないですけど、うんまあ、税金をその取りますよってことはあ、ね、いっぱい税金を取りますよっていうのは、致し方ないことかもしれませんけど、ね、1320億円のですねもうあのお金、がっつり取っちゃって、ですねそうしちゃったら、それはそれでやっぱりよくないわけですよね。要は何かか言いたいたとと努力 努力しても結局取られるって何も手元に残らないんだったら誰が努力しますかね？なぜ一生懸命努力するんですかね？勝ちたいからですよね、えー。報酬があるからですよね。まあそれだけじゃもちろんないですけど、自己,自己実現できるだなんだっていろいろありますけどね。やっぱりこの、えー、なぜ頑張るのかの一つにやっぱりお金を稼ぐっていうのがあるじゃないですか。で、ね、稼いだお金全部持っていかれたらですね誰が努力するんですか？しませんよ。 ね、あるいは、ね、今なんてもう国際化が進んでますからねあだったら税金が、ね、あんまり高くないところに行こうかなと、ねえー、じゃあシンガポールとか,なんかあったかいからいいかなとかね。 えー、あるいはアイルランドとかあの辺はあの結構あの税金天国だと思いますけども、まあ、そういったところに行くだとかね、えー、いろんなこう選択肢が今だったら国際化が進んでるからあるじゃないですかだからどんどん頭脳流出しちゃうんですよだから金持ちから取ればいいっていうの発想はやっぱりなかなかね危険な発想なんですよ一方でねだけど格差を放置するとですねテロだなんだっていうよからぬことが起こっちゃってですね経済が縮小しますよ、ね、街に出たらなんか悪いやついっぱいいてですねカツアゲされちゃうって言うんだったら誰が外に出て買い物 ししまますすかか買い物しませんよ外に出たららされちゃうわけですからだからあのやっぱりこう、うん、安心安全っていうのはとても大切じゃないですか治安維持っていうのはとても大切じゃないですかだから、うん、やっぱりこの格差をなくすっていうのも大切なんだけど取りすぎると誰が努力するのかとでみんな日本出てってしまうということになってしまいますのでやっぱりこのその辺のバランスを考えなければいけないということですね。 だからビートたけしさんなんかね以前言われておりますけどねテレビでねだからビートたけしさんが言ってたから、まあ、これはソナ、えー、な,なんて思ったんですけどすごいですよ。 俺は漫才ブームの時は200億円ぐらい稼いだんだよと1年間でね200億円ぐらい1年間で稼いだけど180億円ぐらい税金で持ってかれたっていうふうに言ってましたよ要は200億円の2区189割持ってかれてるわけですねだから当時漫才ブームのあの辺りっていうのはおそらく所得税率が75%ですよで地方税乗っかりますから9割ぐらいがっぽり抜かれてるわけですよねでまだあの時はまだあの時は 外国にじゃあ住もうかなっていうねシンガポール行こうかなとかアメリカ行こうかな国籍変えようかなっていう人が少なかったかもしれないだけど今だったら9割取られるんだったらもう日本出るよっていう人どんどん出てしまいますよそうしたらね、えー、稼ぐ力がある人が日本から減ってしまってですね国の税収ますます落ちますよ。 困ってしまうじゃないですかだからやっぱりそういった金を稼ぐ方っていうのをいじめてばっかりね、えー、金持ちから取ればいいっていう、ね、発想はやっぱりちょっと危険かなと、ね、だからビートたけしさんにはもう足向けて寝れないですよね200億円って言ったら、あのー、もう、あのー、大企業の当期、えー、純利益ですよ大企業の当期純利益並みのですね、えー、そのね お金金をあ、まあ、180億円の,、ねうん、あの税金払ってるっていうことでだからもう、うん、大企業の利,利,利益並みのです、ね、税金を一、えー、人でお支払いされてたっていうことですから、えー、すごいことなんですけどもだからあんまりねその、まあ、税金を取ればいいっていう発想はちょっとどうかなというところでありますね。であとはですねあとここね、えー、っと最適資源配分効率的資源配分これね無駄がないってことです。 資源配分に無駄がないってことですね。で、あの、パレートさんが明らかにしたんで、パレート最適っていうふうに言ったりしますし、パレート効率的っていうふうに言ってもいいですね。まあ、この辺は、まあ、ちょっとおいおいね、あの具体的にやっていきましょうかということであります。まあ、全体像としてこの辺ね、ちょっと押さえておいていただければと思いますね。で、あとですね、こちらですね、傾きですね。 あの経済学はです、ねまあ、先ほど申し上げましたようにあの数式とグラフこれが大切になるわけなんですけどまずグラフですね、えー、これが大切と、えー、そしてグラフが大切なんですがグラフの中でも傾きが大切なんです特に,で特に傾きが大切なんです、ね、じゃあなんで傾きが大切なのかっていうと、まあ、先ほどねうん家計の行動する目的公用最大化、ねえー、企業の行動する目的利潤最大化と。 いここうういと申し上げましたけどその「紅用最大化」だとか「利潤最大化」だとかそういう大切な条件式をですね、えー、条件式を成り立たせてるですね概念が実は「傾き」という概念なんですよ。傾きという概念を使ってですね実は紅用最大化条件「利潤最大化条件」そういった大切な条件を示していくんですね。 ですから経済学においては傾きというですね、概念をまあしっかりと押さえていかなければいけないということになりますね。ではちょっと見ていきますけどえ中学校か小学校か分かりませんけれどもまあ中学校ですかね y=ax プラス b というですね、関数をですね一次関数というんですがこれをやったとかと思いますけれども y=ax プラス b この横軸このね縦軸が y で横軸が x で で、えー、この x にくっついてる a が傾きで残りの部分が切片ということで勉強した,たかと思いますけどねこれを思い出していただければと思いますねで y これ ax プラス b っていうのは直線なんですけども、えー、傾きは一定ですね直線の場合ねであの傾きですね傾きっていうのはこういうふうに表現できるんですよ。 傾きののはデデルルタタ X 分のデルタ Y この三角形をデルタというふうに呼びますけどデルタ X 分のデルタ Y というふうにですね、うんまあ、表記していくんですね。でこれはどういう意味なのかっていうとこの横軸の x がですね1個増えたときにどれくらい縦軸のですね y が変化するのかっていうのを表してるんです。 デルタ x 分のデルタ y は傾きを表してるんですけど横のものが1個増えたときに縦のものがどれぐらい変化するのかこれを表してるですねでデルタ x 分のデルタ y というふうに表記するんですねでこの x とか y というのは変数というふうに言いますね変数変数っていうのは変化する数です 1> だから1だったり2だったり3だったり4だったりという変化する数これ変数と言いますねでそれに対して定数というのは変化しない定まった数これが定数なんですね言葉もねちょっと覚えておいていただければと思いますねやっぱりある程度専門用語変数だとか定数だとかそんな言葉自体は問われませんけど問題文で出てくることもありますしやっぱりちょっと専門用語ねある程度は知っといていただければと思いますね で、デルタ、ね、変化分っていうふうに言うんですけども、変化分っていうのは、あどれだけ変化したのかなっていうことを表しているっていうことですね。いいですかね。 で、直線の場合っていうのは傾きは一定で、曲線の場合これから見ていきますけど、曲線の場合はですね、傾きはですね、特にですね、接線の傾きっていうふうに言ったりするんですね。では、直線の場合のですね、傾きを見ていきますけども、縦軸に y、横軸に x をとってですね y、y イコール ax プラス b というですね、これ関数があるならば、 関数数式をですね、このグラフ1本の線に落として込んでいく必要があるんですけど Y AX B ですね、これね縦軸が y だったら皆さん、ね、縦軸が y だったらまず縦軸イコールの形にその数式がなってるのかが大切ですで縦軸イコールの形になってるのであれば今度その次、ね、横軸の x にくっついてるやつが今回 a ですけどそれが傾きになると、ね、で残りの部分が切片になると でこれはしっかりと覚えておいていただければと思いますね。まあ、こんなの中学校でやったじゃないかという方が。こう、えー、ふうに思われる方が大半かもしれませんけども、えー、これが、まあ、一次関数ですよね。で、要はこの a が傾きで、要は x が一個増えたときに、ね。x が一個増えたときに y が a 個増えると。ね、x が一個増えたときに y が a 個増えると。だから、仮に a がですね、一であれば、x が一増えたら y も一増えると。 仮に, A が仮に A が1であれば、ね、仮に、ね、仮に A が1であれば仮に A が1であれば X が1増えたら Y も1増えると、ねえー、いう話になりますね。だからこれ直線で描かれるということになりますね。一方でですねこれ曲線の場合なんですけども、えー、上にこれ「凸」と読みますね。上に凸、ね。凸っていうふうに読んでくださいね。上に凸の曲線接線の傾きがだんだん小さくなると。だから曲線の場合っていうのは傾きは一定にならないということね。 だから、例えば A 点、まあ、曲線ですね、これね。直線じゃないですね。で、曲線の場合っていうのは A 点、B 点、C 点で、ね、接線を引いて傾きを描きますけど、傾きの大きさ、これ違うんですよ。 だから前のページのこちらなんですけど例えばね B 点 C 点 D 点なんで A 点って持ってこなかったのかっていうとこれ傾きを A としちゃったから A 点というふうに置くとどっちの A だっていうふうにごちゃごちゃしてますんで、ね、B 点 C 点 D 点でやりました、ね、傾きが A だとしましたんで、ね、B 点 C 点 D 点というふうにやりましたで B 点でも C 点でも D 点でも直線であれば傾きは同じですよね一方で曲線の場合っていうのはね曲線上の点 A 点曲線上の B 点 曲線上の C 点で接線引きますね,ねで接線引いて三角形直角三角形作るイメージなんですけど、えー、そうすると傾きが描けるわけなんですが傾きですね,ねこの A 点は傾きが大きいですよ。ね、1個いったららら例例ええばばぐらい上ががりますよ傾きがだから例えば10なんです、ね、で B 点っていうのはこれよりも小さいですよ。1個いったら上に6ぐらい上がる、ね。C 点っていうのは傾き小さいですよ。だから1個いっても上に2個ぐらいしか上がらないということね。 いいですかだからこの曲線の場合っていうのは、ね、このような上に凸の曲線っていうふうに言うんですけどこのような上に凸の曲線っていうのは、ねえー、この A 点 B 点 C 点で接線の傾きの大きさがですね、うん、違うと、ねえー。もっと言えば、X、の値が大きくなっていくとです、ね、接線の傾きはどんどん小さくなっていくっていうことなんですね。ですよと B 点の時というのは接線の傾きが6ですよと。C 点の時というのは接線の傾きが2ですよということで、ね、X の値がどんどん大きくなっていくとですね、1 X が1個増えたら10上がった。これが A 点になった。傾きが10だったんだけど、ね、だんだん X の値が増えていくとですね、傾きがですね、接線の傾きが寝てくる。つまり、X が1個増えた時の Y の増加分がだんだん小さくなっていくと。そういったね、性質が見て取られると。 だから傾きっていうのは曲線の場合は一定にはならないと今回の場合は傾きはどんどん x な値が増えていくと小さくなっていく寝てくるとこれが上に凸のですね曲線の特徴であるということになるんですね。ですかね。 ちょっと、ね、難しいたという方がいらっしゃるかもしれませんけれどもないしは簡単ですねという方も多いかと思いますけれどもあの今のところはですねとても大切なんですねあの傾きという概念を使ってですね条件式をですね、うん、示すこれが経済学でありますからしたがってですねこの傾きという概念をしっかりと押さえていただきたいということであのちょっとあの、えー、苦手ですという方はです、ね、今のところをです、ね、比較的厚めにですね ししっかりとと復習していいただければと思いますねあのグラフをですねきちんと数式与えられて書けるようにしないとですねやっぱり合格にはもう本当と程遠い状況なんですよ、ね。与えられた数式をグラフに落とし込める、これはもう基本力なんです、そこがないと基本がないってことなんです、ね、基本がないと見てもくれません、答案は、ね、あのいくら一生懸命書いたとしても数式が初めからでだらめであればですね基本がないと見るに値しないということでおそらく見ませんよ。 せっかく一生懸命書いてもだから基本がないと見てくれないと終わになってしまう、ね、手が疲れるだけでもったいないじゃないですかだから基本をしっかりと身につけていただきたいそれがさっきのグラフ接線、えー、の傾きになりますんで、えー、しっかりと押さえていただければと思いますねでは一つ目のところですね7ページなんですけども、えー消,費関数えー、消費者のところでまず公用関数ですねでそもそも関数とは何ですかっていうことなんですけども関数っていうのはね 数数と数の対応関係なんです。関数っていうのは数と数の対応関係で X の値が決まりますとですね Y の値がただ一つに決まる、えー、こういった場合 Y は X の関数であるっていうのね関数っていうのはね数と数の対応関係です。よ。 だからうん、例えば X の値が決まったら、ですね、Y の値がただ一つに定まるような関係がある場合、Y は X の関数であるというの、ね X、の値が決まったら自動的に Y の値が一つに決まりますよと、そういった関係にあるならば、y っていうのは、ね、X の関数なんだよというふうに言われたりするんですね。じゃあ、そういった場合、ですね、数式ではどういうふうに示すのかというと、y=fx というふうに示すんです。 y イコール fx y と x、ね、x の値が決まったら y の値がただ一つに定まる場合 y イコール fx というふうに言ったりするんですね x の値が決まったら y の値がただ一つに定まる場合 y イコール fx っていうんですねでこの f って何ですかというとこの関数の名前です f っていうのは関数の名前だから f じゃなくてもいいんですけども f が一番使われますだから g でもね g でも d でも u でも何でもいいんですけども f が一番使われます なぜ F が一番使われるのか関数の名前関数っていうのはそもそも英語ではファンクションファンクションの頭文字を取って F と名付けておけということでだから関数の名前は F が一番よく使われるんですけども、ね、別に U でもいいですよ公、ね、用関数なんだから公、ね、用っていうのはユーティリティですね英語で言うとだから頭文字に取って U っていう名前を付けてもいいですよ、ね、あるいは G でもいいですよ何でもいいんです、ねえー、ちゃんと定義すれば経済学はその辺自由ですからね まあ、F が一番多いなぜならばあ関数だから関数の名前だから関数というのはそもそもファンクションだからだから社文ちとって F とすることが多いですよということですね。いいで,すかねで1消費者2消費者消費者全体こういうステップで考えていきますそして財の数が1財2財複数財っというステップで考えていきますつまり単純化して考えていきますま,まずはねいいですかでミクロ経済学というのは微視的に考えていくんですよ。 美視的に考えるということは何かなとまず、一消費者の行動を考えていこうその際に財の数というのはあこれそれから、ね、財というふうになんか言うとあんまり聞き覚えのない、えーですねえー、言葉なのかも分かりませんけどもあの要は商品というふうに言ってもいいんですけど経済学では財・サービスというんですねで財・サービスをさらにひっくるめて財というふうに言ったりするのでこれもちょっと慣れていただければと思いますね。で世の中にはいいいっぱいあるじゃないですか 財サービスが。ね、私が今喋ってます。これも一つの財ですよ。サービスですけど、ね。あるいはこのペンだって一つの財ですよ。あるいはこのペンケースだって一つの財ですよ。世の中にはもう数えきれないぐらい財がいっぱいありますよね。ねだけども、ここでは一財しかないという一財モデルでまずは考えていく。単純化していくんです。ね、複雑な世界を複雑な状況で考えてもいいことはありません。まずは単純化して。 そしてどんどん一個ずつ複雑にしていくわけですよ。ねえー、1材で考えて2材で考えて、ね、2材までだったらグラフになるんですよ。3材以上になったらグラフになりません。ね、難しい数,、あのー、数,数式を使ったら表現できるグラフにはなりません。立体の図形になります。4材になったらもう立体の図形すら描けません。ね、ですから、あのー えー、材の数を増やしていくことはいくらでもできるんですけど、えー、グラフに描けるのは2材までそれ以上になったらグラフには描けない、ね、数式を使って表現する世界になるでもそうすると専門的になりますからだから2材で考えるっていうのがあ本試験レベルですねだから大学院とかね あるいは学部上級ですね3年4年ぐらいになったらですね、えー、二財モデルもなんだしっていうことで3財4財5罪財、えー、の数を無限に拡張してっていうことを数式をいじくってやるわけなんですけどもそれやっちゃうと専門的になっちゃって難しいとこういうことになっちゃいますから二財モデルで経済学では、えー、大体考えますで二財モデルで言えることは数式を使ってですね拡張すれば基本的には言えるんですよだから二財モデルをお、まあ、経済学では諸、うん、学者の段階では使うと。 でそれで十分ですから、350時間しかありませんからね。 では、えー、とだからあの経済学って現実離れしてますねというふうふによく言われますけど数学の力を使えば数式で拡張すればいくらでも語れるんですよだからあの、初学者のレベルだったら一材モデル二材モデルむしろ落とし込んで説明しているといくらでもあの数式を使えば拡張できますただうん、材の数を増やしていくともうグラフになりませんので、えー、数式でしか展開できないということになりますねで問われるのは二材モデルまでです。 でまあ、一材しか扱わないモデルを一材モデルというふうに言うんですけどもお、まあ、私、森田隆司がいると、ねえー、居酒屋に行くと、ねえー、紅葉最大化でビール飲むんだということなんですけど、ね、これもう非常に過酷な世界ですね、ねこの世界は。なんでかといと森田隆司が居酒屋に行ってですねメニュー表を見るとですねビールしかないと、ね、メニュー表を開けたらびっくりですよメニュー表を開けて、ね、ビールと枝豆かなみたいな、ね、感じでね、えー、メニュー表を開けたんですけどビールしかないと。 いやこの店ビールしかないんですかみたいな、ね、それが一材モデルであるという話なんですよねでここまでやっちゃいましょうかねであの具体例なんですけどもあの一材モデルですからねビールしかないということでビールの消費量そしてビールを消費したら紅葉満足感が発生するわけなんですけどこのビールとこの紅葉の対応関係 これを、まあ、紅葉関数というふうに言うんですけど、まあ、例えばですねえビールの消費量 X 紅葉をユーティリティなんで頭文字とって U だとしますとですねビールのの消費量がゼロの時紅葉もゼロロもですよ、ね、ビール1杯も飲んでないから嬉しくもなんともないじゃないですかだから紅葉ゼロビール1杯飲んだら紅葉が30発生するビール2杯飲んだら30に加わって、ね、30に20の紅葉が加わって50になる。 で3杯飲んだら50に10の紅葉が加わって60になると、ねえー、いうことで、まあ、こういうふうにですね消費量と紅葉の対応関係が描かれるかなとでこれをですねだからビールの消費量が決まったら紅葉の水準が決まるんですよビールの消費量が決まったら紅葉の水準がただ一つに決まるんですよですから、ね、これはまさに関数だと、ね、X の値が決まったら Y, y の値がただ一つに定まる場合は関数といった X の値が決まったら U の値がただ一つに定まるだからこれも関数なんですよ U は x の関数なんですよね。ですから高、うん、用関数というですね道具がですねここでまあ登場するわけなんですけれども、えー、ちょっとお時間の方が来ておりますのでね,ね、えー、ここで一旦ですね、えー、ブレイクの方をね、えー、入れすあブレイクじゃないですねごめんなさい、えー、休憩の方ですね入れさせていただければと思、えー、っております。休憩をお取りください。はいそれでは講義を再開いたします。えー、画面を切り替えていきますけれども。 えーまあ、先ほどですね、まあ、紅葉関数のですね、えー、この前の段階のお話までさせていただいたかと思いますけども、えー、紅葉関数っていうのはそのビールの消費量である、X、の値がただ、えー、ビールの消費量である、X、の値が決まったらそれに対応する紅葉の値がただ一つに決まる場合ですね、えー、描かれる道具であって、 でそれはこの読み方なんですけど u は、x、の関数であるというふうに読むんですけど x の値が決まったら u の値がただ一つに決まりますよと、えー、それを表しているという話なんですよね。 でまあ、通常、雇用関数はです、ね、上に凸のですの、ね、曲線ですね、まあ、先ほどあのです、ね、せいせいの傾きのお話の時にさせていただきましたけどあれ、上に凸の曲線なんですけども具体的に言うとこういう、ね、関数になりますよと。 えこういう上に凸の関数は接線の傾きがだんだんこうねえ横の、X、が増えていくとだんだんこう接線の傾きが小さくなっていく特徴があるんですけどもえこういう関数はまさにそういう特徴を示している関数であるということですね、まあ、そこのところをまあこれからちょっと深掘りしていくんですけどね。 ではあの8ページの下なんですけどもおビールのあ、えー、値が例えば1杯であれば紅葉が30であったと、ね、ビール1杯飲みましたよと、ね、ビールの消費量が1杯ですとその時の紅葉水準が30であれば紅葉関数の、X、のところに1を代入してあげて U の値が30になるとそういったあですね、うん、話ですねでは、えー、その次なんですけども じゃあね紅用関数は上に凸のですね、まあこのような関数に、えー、として曲線が描かれるわけなんですけどもどうしてですね右上がりなのかなとこれ右上がりですね x が増えれば、ね、縦軸の U が増えていく右上がりですねなんでそもそも右上がりなんですかっていうと消費量が増えるとですね紅用って高まりますよね。 まあ例えば、ですね、まあ、ビールが好きっていう前提で考えていただきたいんですけどビールたった1杯の時のですね満足感とビール一杯飲んだ時の満足感だったらどっちの方がですね合計した満足感大きいですか、ね、ビールたった1杯しか飲んでなかったら満足感そんなに大きくないじゃないですかだけどビール例えばビール大好きな人が8杯飲んだら満足感やっぱり大きいですよねつまり消費量が大きくなるとですね紅葉だって大きくなると。 こういうい話ですねですから消費量と紅葉の対応関係を表してる紅葉関数っていうのは右上がりになるんだと消費量が多ければ多いほど合計した紅葉水準これは大きくなるだから右上がりに描かれるんだという話ですよねビールなんて苦くて嫌いですっていう方もいらっしゃると思いますけどもそういった方はですね、まあ、例えば甘党であればケーキ考えてくださいよ。ねまあ、20個も30個も食べたらですね気持ち悪くなるかもしれませんけど。 あの例えば、えー、たった1個しか食べてない時ときと、ね、3つ食べたときだったらそれはケーキ好きな人だったら3つ食べた時の紅葉の方がですね合計した紅葉でっかいじゃないですか1個の時よりね,ねだからここではねあんまりね気持ち悪くなるとかそういうの考えないでほしいんですよえっとね 前提なんですけどね、うんと消費の不飽和の過程っていうのが。ああ、ごめんなさい、ここだ、ごめんなさい、えー、消費の不飽和の過程ないしは非飽和の過程というふうに言うんですけども。あのね、これを仮定してのですね、消費の非飽和の過程不飽和の過程要は。気持ち悪くならないと、いっぱいいっぱいにならないと、そういうのを考えているんですね。あのね、そもそも飽和というのは、こういう意味合いなんですよ。飽和っていうのは、ああ、いっぱいいっぱいになることなんですね。 だから不法はないしは非法はって言うんですけど不法は非法はっていうのはいっぱいいっぱいにならないつまり底なしと胃袋が底なしですよとえそういった状況をここでは考えているとねいう話ですねだからあのケーキ本当にねん例えば5個も10個も食べたら気持ち悪くなるじゃないですか。ね えもう気持ち悪いなんてなるかもしれませんけどここでは消費の不法案の過程、不法案の過程いっぱいいっぱいになることがないつまり、底なしとそういった状況を考えてくださいこれ単純化ですよ、単純化、底なしの状況を考えましょうふ、えー、議論が複雑になっちゃいますからまずは入門の段階なんでね底なしの状況を考えましょうとだから例えばね 昔あの、プロレスラーでアンドレ・ザ・ジャイアントって言ったんですよ、2二2 3の世界の大巨人って言って、東京ドームに来た時私もあの見に行きましたけど、アンドレ・ザ・ジャイアントやっぱり2二2 3ででかいなというふうに思いましたけど、もう残念ながら亡くなってる方なんですけどね、でアンドレ・ザ・ジャイアントは、ですねもう本当底なしです、胃袋が、ね、飛行機乗ったら、酒飲みますけども、アンドレはね、全部飛行,機のな飛行機にある酒飲んじゃったみたいなね、そんなやついますか。 ね、いくら酒飲むやつでもね <laughs> 飛行機に乗っかってる酒全部飲んじゃって酒持ってこいみたいなねだからアンンドレザジャイアントの胃袋って底なしなしんですよ、ね、だから要は何が言いたいかっていうとアンドレザジャイアントの胃袋をですねここでは想定してこれが消費の不法和の過程ですね通常はいっぱいいっぱいになりますよね、私もビール例えばもう5杯も10杯も飲んだら気持ちよくなりますよだけど不法和の過程ね飲めば飲むほどね、えー、なんかこう満足感がどん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 ね 上がっていくと、そういった状況を考えていきましょう。という話でですね。だから右上がりなんですね。1杯の時よりも2杯2杯の時よりも3杯ね。紅葉合計した効用が大きくなる。だから右上がりなんですね。ですかね消費量が増えていけば増えていくほどね。効用がねトータルの効用が大きくなる。だから右上がりなんだってことですね。 で一方で右上がりは右上がりなんですけどだんだんですね接線の傾きが小さくなっていくっていうことなんですけどこれはちょっと次のところでね、えー、やりますね。 でまあまあ、まず、ですねこの限界効用、低減の法則という概念をこれから勉強していくんですけどそもそも限界効用という概念ですね、これを勉強していきましょうね、で限界効用とは何ぞやという話なんですけども、英語で言うとマージナル・ユーティリティというふうに言いまして、頭文字とって MU ですね、であの限界という概念は出まくります、経済学では。 経済学でではは限界という概念は出ままくりますんで、まあ、しっかりとここで,です、ね、限界という概念をつかむこれが必要なことかなというふうに思いますねで限界っていうのは何かなちょっというと次のページあたりで詳しくやるんですけども1個増やした一、ね、個増やした時にもうあるものを1個増やした時にもう一方はどれぐらい変化するのかこれを表していです、ね、だから限界効用っていうのは、ね、ビール1杯おかわりしたら効用がどれだけ増えるのか これを限界超と言います。一杯おかわりした時の供用の増加分、これはですね限界供用というふうに言うんですね。いいですかね。えー、ビール一杯おかわりしたとき供用がどれだけ増加するのかなというのを表している概念、これが限界供用という概念なんですね。でね限界という概念はですね、ね一つ増やしたときもう一方がどれだけ変化するのかということなんで、まさに 接線の傾きを意味してるんですよ、ね。復習です。先ほどやりました。接線の傾きって何だったのかつと,いうと横のものを一つ増やしたときに縦のものがどんだけ変化するのかこれを表しております。ね直線であれ曲線であれね接線の傾きっていうのは、ね、横のもの例えば x を一個増やしたときに縦のものがどんだけ変化しますかこれが接線の傾きですよ。 だから限界雇用っていうのはまさに用関数のの接線の傾きなんですよ横のものである X 材の消費量ビールの消費量を一杯おかわりさせたときに縦のもの雇用水準がどれだけ変化するのかどれだけ増えちゃうのか表してるだからまさに限界雇用っていうのは雇用関数の接線の傾きなんですよ。一杯おかわりした時の雇用の増加分接線の傾きにほかならないと。 ですから限界という概念はこれからねいっぱい出てくるんですよ。例えば直近だったらね限界代替率という概念あるいはちょっと先だったら限界費用だとか限界収入だとかいっぱい出てくるんですけど一つ増やすすといいうう概念なんですよ限界っていうのはね一方のものを一個増やした時にもう一方のもの、まあ、もっと具体的に言うと横のものを一個増やした時に縦のものがどれだけ変化するのか。 これが限界なんですよですからそのグラフその線の接線の傾きに他ならないという話ですね。でそれを数式で描いたらこうでしたよね。えーえー X、を1個増やした時にもう一方の概念がどれだけ変化するのかということを数式で表現したらデルタ X 分のデルタ u じゃないですかそれを限界効用というふうにいうんで数式では m u, 分 m u ルル X 分のデル,タ y になるわけデルタ u になるわけですね。いいですかね。 ですから、まあ、例えばあのビール1杯おかわりしたらですね紅葉がです、ね、10増えたんだったら限界紅葉が10ということですねビール1杯おかわりしましたああ俺ね紅葉が10増えたんですよというならば限界紅葉があんた10ですねということですねあそれからねちょっとごめんなさいあのさっき言うべきだったんですけど、うん、とここですねえっと便宜的に数値化っていうことですねあのここでねさっき言うの忘れちゃったんですけど 紅葉が例えば30ですと50ですと60ですと80ですみたいなことを申し上げましたけどね紅葉ってそもそも数値化できるんですかとねうさんくさいというふうに思われたかもしれませんけどここでは議論しやすいように便宜的に数値化しているというふうに考えていただければと思いますね議論しややすいいいいようううな状況を作るるたためににに便宜的っっててととふ思思だければと思いますね。 でえっと、これグラフにちょっと落とし込んでいきましょうかせっかくですから0、えー、の時紅葉が0でしょだから0の時紅葉が0でうんと例えば、えー、2の時、ね、2に対応した紅葉が50で6の時それに対応した紅葉が えー、80でということで、えー、ちょっとねメモっておきましたけどね。であの限界公用ごめんなさい、あのー、10ページに戻りますけども限界公用なんですけどもだから数式で言うとマージナルユーティリティですから m u イコール デルタ X 分のデルタ UX を1個増やしたときの紅葉の増加分なんでデルタ X 分のデルタ U せっせの傾きで表現できるんですがビール1杯お代わりですからデルタ X の部分がプラス1で紅葉が10増えるということですからあデルタ U のところがプラス10ということで1分の10すなわち10になるという話ですよねですかねではですね11ページでちょっとまとめていきますねえっと 限界という概念なんですけれども、まず図ではですね、接線の傾きになりますね。恒常関数の接線の傾き、これが限界という概念ですね。限界というのは、えー、このね、横のものの、えー、横のものが一個増えたときに縦のものがどれだけ変化するのか、つまり、えー、デルタ横のものの分のデルタ縦のものですから、それはグラフのまさに接線の傾きで表現されるんだよと。 で言葉で言うと、文章で言うと、横軸の変数が変化する数、横軸の変数が1個増加したときに、えー、縦軸の変数がどれぐらい変化するのかを表しておりますよということですね。ですかね、えー。限界という概念ですね。これはもう出まくりますんで、あのミクロでもマクロでも出まくります。そして限界という概念は とても大切なですね効用最大化条件だとかあるいは利順最大化条件だとかとても大切な条件式を導く際に使われる道具概念になりますのでしっかりと押さえておいていただきたいなというふうふに思いますね。ね 限界っていうのは横のものを一個増やしたときに縦のものがどれだけ変化するのか、デルタエックス分のデルタ縦軸の変数、それっていうのはグラフのですね一本の線の接線の傾きに他ならなかったんだよということですよね。で一個増やしたときに縦のものがどれだけ変化するか、それが限界なんですね。だから限界雇用であれば一杯おかわりビールした時の雇用の変化分、ね雇用がどれだけ変化するのか高まるのか、これを限界雇用と。 いうふうふに言うんですねではなんで紅用関数がこんなふうにですね描かれてるのかという話なんですけれども、ね、このね接線の傾きがだんだん小さくなりますねこれをね低減というふうに言うんですよ。えっと、9ページなんですけど紅、ね、用関数は右上がりだと。 これは良かったかなというふうに思いますね。2杯の時の紅葉が例えば50、6杯の時は紅葉が80、1杯飲めばですね、それだけ合計した紅葉は大きくなりますよね。ですから右上がりに紅葉関数が描かれる。これは良かったかと思いますけども、それに加えて紅葉関数はこのように上にとつ、つまり接線の傾きがだんだん小さくなるんだよと。ね、接線の傾きというのは今回限界紅葉ですけど、限界紅葉がだんだん小さくなるんだよという話なんですね。じゃあなんで限界紅葉が小さくなるんでか ですかってことなんですけども、まずこの言葉知っておいてください。限界効用が小さくなるというのは限界効用が低減するというふうに言いますね。で、低減の低というのはあんまり見慣れない言葉ですけど、だんだんという意味です。いいですか。低減の低はだんだんという意味。つまり限界効用低減というのは、x を増やしていくとね接線の傾きである限界効用がだんだん減る小さくなる。つまり接線の傾きがだんだん減っていく。 傾きは緩やかになっていく。これが限界効用低減の法則の意味合いなんですね。いいですか。ね。限界効用っていうのは接線の傾き、効用関数の接線の傾き。低減というのはだんだん傾きが小さくなること。だから限界効用低減っていうのは。x の値を増やしていくと、だんだんこの接線の傾きが、限界効用。効用関数の接線の傾きが小さくなっていく。減ってくるな。それを意味してるんですね。 でこれっていうのは法則というふうに言われているんですけどどうして限界効用が低減するのかビールをお代わりした時の効用の増加分効用の高まりこれが何でビールの消費量が増えたら、ね、限界効用、ね、小さくなるのかこれをちょっと確認していきましょうよ、えーっとですね。ページで言うと12ページになりますけども。 こちらですね、どうして限界雇用が低減するのかということなんですけども例えばですねビールの消費量が1杯の時、ね、ビールの消費量が1杯の時雇用はっていうと雇用関数にぶつけると A 点でぶつかりますねですからビールの消費量が1杯の時の雇用は U1 になるわけですね。 でビールの消費量が10杯の時 x に例えば10杯の時の紅葉は紅葉関数にぶつけて b 点でぶつかりますけどそれに対応した紅葉が U2 ということになりますね。でねビールの消費量が1杯の時の限界紅葉1杯おかわりした時の限界紅葉はね このおービールの消費量一をですね、X 一一をですね、効用関数に当てて A 点捉えますけど、そそそこで接線引いてあげた傾き、接線の傾きがビールの消費量が一杯の時の限界効用、一杯お替りした時の効用の高まりに他なりませんね。それが例えば A 点だったらこれ十だったんですね。ビールの消費量が、えー、このね一杯の時、一杯お替りしたらですね、限界効用が十だった。 えー、そういった話ねですかだから限界雇用が10ということはあーこの A 点における接戦の傾きは10だったということねビール1杯おかわりしましたよとねっ、えー、雇用が10高まりましたよとああなた限界雇用10ですねというふうな話なんですよ経済学的にはねで一方で、えー、これねビールの消費量がに 10, 10杯目の時限界雇用はっていうと ビールの消費量が10杯目です。その時紅葉の高まりはですね5ですと1杯増やしたら5だけ紅葉が高まりましたよとああなた、ね、B 点における限界雇用5ですねというふうになるわけですねでね A 点と B 点、ね、ビールの消費量が1杯の時と10杯の時限界雇用違うじゃないですかどうして違うんですかこれはビールのありがたみが影響してるんですビールの消費量が1杯の時っていうのはビール糖にとってはですね ままだまだ飲みたい状況なんですよビール好きなやつにとってはですねビールの消費量が1杯の時っていうのはもうこれからエンジンがかかってですね飲むぞって感じですよ。もうう美味しくてたたまんないそういそった状況ですよねですからビールの消費量が1杯の時っていうのはビール1杯をお代わりしたらですね紅葉がビヨンって高まるわけですよ。だけどビールの消費量が10杯の時っていうのは。 いくらビール糖のやつでもです、ね、アンドレッサ・ジャイアントみたいな底なしのやつはねものすごく底なしのやつはもうビール10杯目はもうまだねあのもう序の口みたいな感じでしょうけどもあの通常ビール10杯目ぐらいになるともうお,かんお腹も膨れてきてみたいな感じになるじゃないですかだからビール10杯目ですと1杯おかわりしました底なしの状況を考えれてるから効用は高まりますけどまあちょっとあんまり高まらないじゃないですか。 ありがたみっていうのは消費量が増えていくと小さくなるから。だから1杯おかわりしてもですね。10杯目の時の紅葉の高まりっていうのは小さいんですよ。消費量が少ない時、ビールの消費量が少ない時はビールのありがたみがでっかいんですよ。だから1杯おかわりできた時の感動や。もう大きな大きなものですよね。だから1杯おかわりしたらビョーンと紅葉が高まるだけど、10杯の時っていうのはビールのありがたみがですね。小さくなってるんですよ。 あそろそろ芋焼酎かなそろそろウイスキーかなそろそろ、えー、今日はハイボールかなみたいなねそんな感じかもしれませんねですからビールのありがたみが小さくなってるそれがビールの消費量が10杯目の時ですよだから1杯おかわりしてもビールおいしいなとは思うでしょうけども紅葉の高まりがビヨンとととはいいいかななちょびっとという話なんですよね,いいですかねだから限界紅葉つまり接戦の形にはだんだんビールの消費量が増えていくとですね,ねビールの消費量が増えていくと このの節制の塊が小さくなっていくなぜならば消費量が増えるとビールのありがたみが小さくなるから限界雇用が小さくなるんだと雇用の高めが小さくなるんだとありがたみが小さくなってるからねとそういった話なんですよね。ですかねだからこれね、えー、10から5にこうね、えー、これ減ると。 限界効用が減るとということですね消費量を増やすとですねビールの消費量がビールの消費量を1、えー、増やした時の効用の高まりはビールの消費量が増えていくとですねビールのありがたみが小さくなるわけですから紅葉の高まりもやっぱり10から5のよように小さくなるんですよビールの消費量が少ない時っていうのは効用が10も高まる。 だけどビールの消費量が多くなっちゃうと、ね、ビール1杯おかわりした時の雇用の高まりは、ね、5っていう数字で小さくなっちゃうということねいいですか不法和の過程を置いてますからね1杯おかわりした時紅葉は高まりますマイナスにはなりません不法和の過程を置いてるからだけど高まりは小さくなりますそれが限界雇用低減の法則なんですよねいいですかね、えー、押さえておいていただければと思いますねでありがたみというふうに私申し上げましたけどこれね まあより専門的な言葉で言うと財の希少価値ですね希少価値っていうのは、ね、消費量少ない時でかいんですよ、ね、ケ,ーキケーキが好きな方、ね、消費量が少ない時っていうのはケーキおいしいっていうふうになるじゃないですかだけどケーキの消費量が増えてくるとですね 今自分にだってもうさんざん食ってるわけですから不法な家庭を置いてるからうん底なしですからね一応こう食えるは食えますけども一杯目の時の一つ目の時のおいしさに比べたらやっぱりありがたみのは、まあ、小さくなってるじゃないですかだから限界雇用つまり一個おかわりした時の雇用の高まりというのはやっぱり景気であったとしても限界雇用小さくなるじゃないですか消費量増えていくと。ね、ありがたみっていうのは やっぱり希少価値というのは小さくなるからという話ですよね。ですかねこれがですね、限界雇用の議論なんですよね。 限界という概念はですね、経済学にとってはですね、極めて極めて大切な概念でありますので、まあ、しっかりとですね、押さえていただきたいというふうに思っております。これがね、ここまでが一財モデルの話ですね。ここまでが一財モデルのお話で、えー、一財モデルでは効用最大化というですね、状況までは突っ込みません。まあ、そこまで言ってもいいんですけど、まあそこはあんまりテストに出ませんから、そこまでは突っ込まずに効用という概念で留めておきます。 で、えー、今度13ページに行きますけども今度は無差別曲線というですね二材モデルです、ね、先ほど申し上げましたけど、ねえー、単純化して考えるこれが経済学の発想法ですねでどんどん複雑にしていく一材モデルをやったぞと店行ったぞとビールしか置いてないぞとメニュー表を見たらとこれが一材モデルで二材モデルに入ります今度拡張していきます、ねえー、で二材モデルというのはメニュー表を開けたらこうですね えー、森田隆二があ居酒屋に行くわけなんですけどもメニュー表を見るとですねビールに加えて芋焼酎があるとこういった状況ですねちょっとつまみが欲しいなっていう感じですねだからビール芋焼酎枝豆みたいなね、まあ、それは散財モデルになりますで三剤モデルだとグラフに描けないんですよ。 数式の力は使わないとでそうなっちゃうとやっぱり文系の方にはきついとで不動産鑑定試験は所詮経済学は一般教養ですからということで、まあ、そこまではいきませんでそこまでやったとしたらもう没問ですできません皆さんだからもうこれで十分ですで、えー、これでやりますけどもでまず言葉ですね あの状況を考えていただいてねパターン1とパターン2考えましたえビール1杯ですと芋焼酎7杯ですとその時の紅葉を100だとします、ね、ビール1杯飲みました紅葉、えー、芋焼酎7杯飲みましたこれをパターン1だとしますこの時のパターン1、ね、この消費量の組み合わせこれパターン1というふうに名付けましたけどパターン1の紅葉を100だとします。で一方でパターン2 ビール9杯です。芋焼酎1杯です。この消費量の組み合わせをパターン2だとしますけど、このパターン2もですね、紅葉が100ですと。そういった状況を考えてください。パターン1もパターン2もですね、紅葉が100で同じなんですね。こういった場合、パターン1とパターン2は無差別っていうふうに言うんですね。ですかパターン1とパターン2っていうのは紅葉が同じ水準なんです。紅葉に差別がないんです。 したがってパターン1とパターン2は無差別と効用が等しいと無差別というふうに言うんですねですからね経済学では無差別とインディフェレンスというふうに言うんですけれども、えー、経済学では無差別という言葉を使うんですね、えー、これは差別がない差がないっていうことですねだからパターン1もパターン2も同じじゃんとこれが無差別という意味合いですねなんか無差別っていうとねなんかちょっと難しいイメージがこうしますけども差がないっていうだけですよ 同じだだっていうだけでしょパターン1あ、紅葉水準100ですとパターン2あこれも紅葉水準100ですと同じだと。ね、パターン1という、ね、消費量の組み合わせとパターン2という消費量の組み合わせ。俺にとっては満足感で考えると同じですよとこれが無差別と意味合いですね。パターン1パタターーンン無差別というふうに言ったりするんですねいいですかね。 でこの無差別な状況を1、ね、本の線に表現したもの、これをです、ね、無差別曲線というふうに言うんですが、ね、無差別の、えー、点をです、ね、無差別の消費量の組み合わせ、これを1、ね、本の線にしたもの、これをです、ね、無差別曲線というふうに言うんですけれども、まあ、時間の方が来ておりますでまあここでちょっとたん、ね、ブレークの方をねを入れさせていただければと思います。えー、ではブレイクをお取りください はい、えー、それでは授業を再開いたします、14ページになりますね、<laughs> 無差別曲線なんですけども、えっと、横軸にですね、まあ、ビールの消費量ですね、ここまでは先ほどやった紅葉関数と同じなんですけど、縦軸にですね、Y 材の消費量、芋焼酎の消費量でおります、だから紅葉関数とは作りが違うんですよ、紅葉関数というのは、そもそも先ほどは一材モデルで考えたんですけども、横軸にビールの消費量、縦軸に 効用水準を取りましたけど、これがさっきの話。で今回は横軸にビールの消費量、縦軸に芋焼酎の消費量を取ってっていう話ですね。でちょっとね、さっきの具体例でいきますよ。えー、パターン一。 えー、ビールっていうのは横軸ですねビールの消費量で Y イえー、芋焼酎の消費量が縦軸ですねでビールの消費量が1杯の時、えー、これですねで芋焼酎の消費量が7杯の時これがパターン1ですねビールの消費量1芋焼酎の消費量が7ねビールの消費量が1で芋焼酎の消費量が7の消費量の組み合わせこれが A 点なんですね。 ですか。これがパターン1です。これがパターン1ね。A 点というのはパターン1の消費量の組み合わせです。A 点というのはパターン1の消費量の組み合わせね。だらこれね。点 A で表現されるとこっちは点 B で表現されるんですけどね。矢印にしておきましょう。 で一方でパターン B の方なんですけれどもービールの消費量が多くて9杯で芋焼酎の消費量がたった1杯ということですねこれが、えー、パターン2の消費量の組み合わせで B 点で表現できるということですねで A 点も B 点もですね紅葉水準が100で同じだったですね A 点というパターン1の消費量の組み合わせと B 点というパターン2の消費量の組み合わせですねこれ、えー、紅葉同じだったですよね紅葉が同じことを えー、無差別というふうに言いました A 点と B 点というのは無差別でしたすなわち紅葉が同じだったということですねでこの紅葉が同じ点をですね一本の線につないでくださいそれを無差別曲線で言いますで紅葉 A 点 B 点紅葉同じなんですよ無差別なんですよ A 点 B 点無差別なんですよで無差別な点をつないであげた一本の線これ無差別曲線というんですねだから A 点も紅葉が今回100ですね紅葉が100で同じなんですよ ね、A 点 B 点紅葉が100で同じなんですよだから紅葉水準が100で、ね、同じ、ねえー、消費量の組み合わせの点を全部つないであげた一本の線これが無差別曲線なんですねだから例えば、うん、C 点だとか、ね、D 点だとか、ね、例えば紅葉水準があ100で同じなんですよ A 点も B 点も C 点も D 点もですね紅葉が100で同じですね消費量の組み合わせの点なんですよ。A 点も B 点も C 点も D 点も無差別なんですよ。でこの無差別の効用水準が100で無差別の消費量の組み合わせを表している点をですねつないで1本の線として描いてあげた線ですねこれをですね無差別曲線と。 こういうふういに言うんでですねでねあの、無差別曲線とですね、紅葉曲線ですね先ほどあの原点に対して、えー、ごめんなさい、えー、と上にとつとの一歩の線だんだんこう低減していくっていうね紅葉曲線紅葉関数見ましたけど無差別曲線と紅葉曲線分けてくださいね無差別曲線っていうのは紅葉水準が等しくなるですね消費量の組み合わせをですつ、ね、ないであげた一本の線です。 紅用曲線は、公用曲線、紅用関数は消費量に対する紅用を表している一本の線違いますから、ね、そこのところ気をつけていただければと思いますね。あのだからね、あのー、文章言葉遣いが下手くそであっても合格できますが、ね、言葉のこの定義の角の部分を取り違えちゃうとそれは分かってないってことになるわけですよ。 だから、うん、プロの書くような文章なんて別に目指さなくてもいいです、ねえー、たどたどしくてもいいですよきちんとだから確信つかんだねそういった、うん、言葉を、えー、ですね言葉で、えー、論文をですねあの作成していただければと思いますねでその際にもう何度も申し上げましたけれども字は丁寧にねあの書きましょうほっと 本当にに字が読みにくい方い方らっしゃるんですよで、まあ、私も大学の教員ですからねちょうど本当夏の暑い時期不動産鑑定試験が行われる夏の時期あのちょうど大学ではこういう状況っていうのはよく分かってるわけですよ。でどういう状況かっていうとようやく期末試験が終わってないしは期末試験の結構ね差し掛かってる時だったりもするんですけども、ねえー、ようやく期末試験が終わって。 でまあ、私の大学だったらあの成績つけ終わってようやくあるいは成績ちょうどつけてる時もかもしれませんねでその時にこう、ね、試験があってっていうことですねだからまあ試験の方にのところに答案が来るのは、まあ、もう少し先なのかも分かりませんけどうんだからようやくう期末試験も終わって成績つけ終わってね、えー、でまあなんかこうインフルエンザとか。 コロナとかで追試だなんだって言ってる時期かもしれませんねそんな時にドアッと答案が来るわけですよ夏の暑い時期にね。でそれで採点するわけですよねでその時にやっぱり字が丁寧に書かれてないとイライラしますよ人間ですからね。だから字が丁寧に書くとですねボロが出なくてあの,あの点数がね、えー、点数のロスが少ないんですよ ロスも少ないですね当番を目指してくださいよだから私はね、まあ、1点で落ちた方も今までいっぱい見てきましたし5点で落ちた方なんていうのは本当にいっぱいいますよ毎年ねで意外に5点ってねあの結構取れますよ読みやすく丁寧に書くとですねスッと読めちゃうからもう丸振っちゃうんですよ答案、ね、いっぱいあるし読みにくいとあ読み返しますよ ー原点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 ,点数残りませんよだから本当にねあの点数を取るそのだから5点かき集めるって大変ですよ5点落とさないとはこれがまあ必要だと思いますよだから本当にコツっていうのはありますからね点数取るねあのその辺しっかりとですねあの皆さんはあの失敗のないようにですね、えー、進めていただきたいなというふうに思いますね では、えっとですね、えー。次ですね。15ページですかね。 限界代替率という概念ですね。英語で言うとですね、マージナルレイトブサブスティテューションということで、頭文字取ってですね、MRS というふうに言ったりするんですね。で限界代替率をですね、まあ、ちょっと、うんまあ、私口頭でですねお話しさせていただければと思いますね。口頭で限界代替率をお話ししますね。まあ、先ほど限界雇用という概念を勉強しましたね。限界雇用というのはビール一杯お代わりした時の雇用の増加分。 ビール一杯おかわりしたら紅葉がどれだけ増えるんですかと、ね、例えば森田隆二が、ね「講義終わりました、えー、今から飲みに行きます行きませんけどねあの明日もちょっとあの総ざらいというあの <laughs> 水道橋で講座があるんでねあの、えー、行きませんかともう2時間半の講座が2個も入ってますねへとへとになりますねで若くないんででいい、えーね、あの行きませんけどビール一杯お代わり例えば森田隆二がこれから飲みに行けますと。 ね、一杯おかわりしましたその時紅葉が20増えましたとそしたら森田隆二のですね「えー、紅葉20ですよね一杯おかわりした、ね、講義が終わってビール,、えー、ビール飲んだ、ね、講義が終わってビール一杯飲んだ紅葉が20増えたこれ「限界紅葉が20」というふうに言うんですねで、えー、さらに一杯おかわり紅葉は上がるんだけどその紅葉の高まりは一杯目ほどは高まらないなぜならばだんだん消費量が増えていくとありがたみが小さくなるから。 これを限界効用低減のの法則とといいいうふううふに言いますねでそれと限界代替率っていうのは似てます限界用は一材モデルでさっき考えております限界代替率は二材モデルで少なくとも考えますでね限界代替率っていうのはこうですビール一杯おかわりできるんだとしたらもう一方の材である芋焼酎を何杯諦めてもいいのかなというふうに思える概念これを限界代替率というふうに言いますね例例ええばばね、例えば ビールもしいっぱ杯おかわりさせてくれるんだとしたら自分は芋焼酎を5杯諦めてもいいですとビール一杯おかわりさせてくれるんでしょとだったら芋焼酎自分は5杯諦めてもいいですよとそうしたらそんなあなたは限界代替率5だというふうになるわけね一杯おかわりできるんだとしたらもう一方を何個まで最大で犠牲にしてもいいのかとこれを限界代替率という。 覚えてておいいくださいねビール1杯おかわりさせてくれるんだったらもう自分はもう芋焼酎ね5杯諦めてもいいんですよそれぐらいビール1杯おかわりしたいんですとこれを限界代替率5というふうに言うんですねですから、あのー、2剤のです、ね、主観的な交換比率ですね1杯ビールおかわりさせてくれるんだとしたらビール5杯と、ね、ビール5杯と交換してもいいですよとこれ主観的なんですよね客観的じゃありません主観ですよ ビール一でできるんだとしたら主観でね,ねいくらか知りませんよ主観でね5杯分ぐらいは自分は諦めてもいいかなそういった概念これ限界代替率というふうにう主観的な交換比率です,、ね、ですからで、えー、あの X 材の消費量を1個増やせるんだったら Y 材を何個まで最大で諦めても良いのかなっていうことを表してるんですね。 もういもじょうじをですねもう5杯最大で諦めてもいいと思っておりますよっていうんだったら限界代替率は5ですよとということで,す、ね、ですから、えー、X 剤ビール1杯おかわりプラス1そうした時のもう一方の剤の消費量の変化分どれだけ減少させてもいいのかなというこの数値、えー、これを限界代替率というふうに言うんですね。ですから例えばあ えー、ビール一杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎マイナス3倍でもいいですよとねビール一杯おかわりさせてくれるんだったら芋焼酎マイナス3倍でもいいですよとそういった場合限界代替率があ3倍なんですねとこういうふうになるわけですねでこのマイナスを無視します限界代替率というのはマイナスを無視した値つまり絶対値で考えるんですねあの絶対値っていう数学には概念があるんです絶対値っていうのは何かなと言うとマイナスを無視した概念なんです 絶対値っていうのはマイナスを無視したなんです、ね、限界代替率がマイナス3とかだったらもうなんかマイナス煩わしいじゃないですか。ね、ビール1杯お代わりできんだとしたら自分は芋焼酎がマイナス3でもいいですよなんかマイナスがついてると煩わしくないですかあ3杯諦めてもいいですよっていうふうに言ったのが分かりやすいじゃないですかってなりませんか、ね、なので煩わしいと、ねえー、そういった場合はマイナスをカットしようと、ね、マイナスを無視した値 これがだからあの数学なんかではよく使われて、まあ、それをですね「絶対値」というふうにようんですね。ですからえビール一杯お代わりできるんだとしたら芋焼酎マイナス3杯でもいいですよってことなんですけどマイナス3っていうふうにやったら煩わマイナスが煩わしいからマイナスを取って絶対値で考えるこれが「限界代替率」の概念なんですね。ですかじゃあ えー、このね限界という概念はですねグラフででで表現できるんですよ実はでそれは何かなってと先ほどの限界雇用と同様にですね限界雇用っていうのは雇用、えー、関数雇用曲線の接線の傾きビール一杯おかわりした時の雇用の高まりっていうことで雇用、えー、曲線の接線の傾きで表現できた、えー、限界代替率っていうのは無差別曲線の接線の傾きこれで表現できる。ただし ただしマイナスを無視した概念なんでそこを調整加えるということになりますねですか、ね、だから先ほどのね限界雇用っていうのはビール一杯おかわりしたら雇用が増えるってことでねマイナスくっつかないんですよ一方が増えたらもう一方も増えるってことでマイナスくっつかないんですよだから絶対値とかそういうなんかよくわかんない概念使わなくてもね表現できた今回は。 ビール1杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎がマイナス3杯でもいいですよっていうことなんでねプラス1に対してもう一方がマイナス3とかマイナスいくつっていうふうになるんですよ符号が逆になるんですよトータルでマイナスになっちゃうんですよだからマイナス煩らわしいねこんなマイナス煩わしくても議論しに,しにくいとじゃあ取っ払おうやということでねマイナスを無視した概念絶対値で考えるってことになるわけなんですねいいですかね。 で無差別曲線の接線の傾きはですね、デルタ x 分のデルタ y なんですよね。横軸が x ですよ。縦軸が y ですよ。だから限界代替率っていうのはね限界代替率あの無差別曲線の接線の傾きというのはね x を一増やした時の y の変化分ということで無差別曲線の接線の傾きというのはデルタ x 分のデルタ y なんですよ。デルタ x 分のデルタ y これが無差別曲線の接線の傾きだ。 でデルタ X 分のデルタ Y が無差別曲線の傾きで接線の傾きであり限界代替率っていうのはこの無差別曲線の接線の傾きであるデルタ X 分のデルタ Y にマイナスをくっつけたものなんだという話なんですねなんでこんな逆にま煩わしいマイナスを限界代替率でちょびっとつけるんですかと ね、さっきからなんかマイナスをこう取った方が煩わしくないでしょうとか何とかって言ってて何マイナスつけてんですかとあんたなめんなというふうに思われたかもしれませんけどこれはね煩わしいマイナスを取っ払うために全体でプラスにするためにあえてマイナスをくっつけるあえてマイナスをくっつけるそれで全体でプラスにしてるんですよ。これどういうことかっていうとまあちょっとここだけね 読ませていただきますけど、先頭にこのね、ここ先頭にマイナスをくっつけてるのは、ね、これから具体例で見ていきますけど、先頭にマイナスをくっつけてんのは、限大限界代替率、これ全体をプラスで表現するためなんだという話なんですね。だからこのデルタ X 分のデルタ Y っていうのは、ね、ビール一杯おかわりしたときに芋焼酎がデルタ Y マイナス3倍でもいいということで1分のマイナス3、つまりマイナス3なんですよ。 でマイナス3でマイナスがくっつくと煩わしいからマイナスを取っ払うためにこのデルタ x 分のデルタ y のところにマイナスをくっつけてデルタ x 分の Δy はマイナス3ですからだからマイナスにマイナス3掛け算して全体でプラスの3で表現すると。だからなぜマイナスをくっつけたのかプラスで表現するためにプラスで全体を表現するために煩わしくないように。 全体でプラスで表現するためにあえてマイナスを一番前の手前のところにくっつけているという話なんですね。いいですか、ね、まあそこのところを押さえておいていただければと思いますね。では、えっと、16ページですかね、えー、具体的にいきましょうね。 ビールを一杯増やして芋焼酎二杯減らせば、効用は一定になるということでありますけど。ビール三杯、例えばの、えー、と芋焼酎四杯の組み合わせですね。まあ、この時効用が百なんですけども。ね、えー、ビール一杯お代わりできるんだとしたら。ね、ビール一杯お代わりできるんだとしたら、自分は芋焼酎二杯マイナスでもいいですよと。ね、ビール一杯お代わりできるんだとしたら、自分は芋焼酎マイナス二でもいいですよ。 こういう状況は無差別曲線の接線の傾きであるデルタ X のデルタ Y で表現できるんですね。で限界代替率というのは、さらにこのデルタ X のデルタ Y という無差別曲線のね、えー、接線の傾きを表しているこのものの手前にマイナスをっくっつけるんですね。でなんでかというと、このマイナスが効いてきて全体でプラスで表現できるんですよ。でなんでかというと、このデルタ X のデルタ Y っていうのは、これがプラス1でこっちがマイナス2なんですよ。 だから、一分のマイナス二じゃないですか。だから、この一分のマイナス二っいうのは、マイナス二なんですよね。だから、この限界代替率っていうのは、マイナスが煩わしいから。マイナスを落としたい。マイナスをなくしたい。マイナスをなくすために、ここにマイナスくっつける。ここにマイナスくっつけておけば、マイナスとマイナスでプラスになるじゃないですか。だから、マイナスをくっつけてる。んです限界代替率のところに。ね。なぜマイナスを置くんですかと。 マイナスに全体で表現したくないからあえてマイナスを置いているという話なんですねですか。だから逆に煩わしくしてるんじゃないです煩わしくならないように全体でプラスで表すようにだからこそマイナスをくっつけてるという話なんですよねしっかりとコントロールは押さえといていただければと思いますマイナスがくっつきますよ では、えっと、その次ですね17ページに行きましてですね、えー、限界代替率低減のの法則というのがあるんですね。この限界代替率低減の法則 x の値が増えていくと接線の傾きの大きさである限界代替率は小さくなっていくということなんですね限界雇用低減の法則と似ておりますね。ねビールの消費量が増えていくと、 紅葉関数の節線の傾きが小さくなる。つまり限界紅葉がどん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 小さくなる。なぜならばビールの消費量が増えるとビールのありがたみが小さくなるからビール一杯お代わりした時の紅葉の高まりがだんだん小さくなっていく。だから節線の傾きは寝てくるんですよ。と。これが限界紅葉低減の法則ですね。それと全くロジックは同じ。これが限界代替率低減の法則なんですね。じゃあどう同じなのか。そもそも限界代替率もう一度ちょっとね、えー、復習していきますよ。 ね、横軸にビールの消費量、X、です縦軸に芋焼酎の消費量、y、です、ね、で無差別曲線があって無差別曲線これは例えば紅葉水準が100を表している無差別曲線だと、ね、例えば A 点の消費量ですね A 点の消費量があってこの時ビール1杯おかわりできると、ね、この時ビール1杯おかわりできるんだとしたら、ね、例えば芋焼酎がマイナス5杯でも OK とビール1杯おかわりさせてくれるんでしょ俺だったら芋焼酎ス5になってもいいよと。 これが、えー、この状況なんですね。であれば 1X を増やしたとき Y がマイナス5変化するってことなんで、ね、えー、それは接線の傾きで表現できるんですけども、デルタ X 分のデルタ Y なんだから X が1増えたとき Y がマイナス5でいいってことなんで、プラス1分のマイナス5、すなわちマイナス5なんですね。でですか接線の傾きはマイナスなんです。 だって右下がりだから右下がりっていうのは一個もう X が増えたらもう一方が減るってことね,ね。ビール一杯お借りできるんだとしたら芋焼酎5杯減ってもいい、ね。一杯お借りさせてくれんだったらもう自分5杯もう一方の財減ってもいいよと。でこれがあの、えー、無差別曲線の接線の傾きの意味合いですよ。接線の傾きっていうのは横の変数分の縦の,、えー、横の,変,数の変化分分の縦の変数の変化分ですよ。 横のものの変化分分の縦のものの変化分これが接線の傾きですよですから無差別曲線の接線の傾きというのは横のものが x で縦のものが y なんですから無差別曲線の接線の傾きっていうのは,のののののののはデルタ x 分のデルタ y なんですよですからビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎何杯マイナスでもいいのかっていうの概念がデルタ x 分のデルタ y で無差別曲線の接線の傾きなんですよねじゃあこれだけだったら マイナス5じゃない。だからデルダクス分のデルタ y 接線の傾きがマイナス5なんでこのマイナスをマイナスがくっつくと煩わしいから、ああこのねデルダクス分のデルタ y のところにマイナスをあえてくっつけてそれを限界代替率と定義付けてるんだと。ですから今回のケースだったらマイナス5にマイナスがくっついて5になるという話ですね。ですか。だから接線の傾きはマイナス5ですよ。 一杯おかわりビールできるんだったとしたら「芋焼酎ス5でも大丈夫です」と。ね、で限界代替率になるとマイナスを削ぎ落として5で表現するってことですよ。ね、これが接線の傾きの意味合いですね。じゃあ皆さんね限界高用低減の法則と同様に限界代替率低減の法則っていうのがあるすなわち接線の傾きの大きさがだんだん小さくなるというねそういった法則があるんですよ。これ限界代替率低減の法則っていうのね。 で要は限界代替率低減の法則というのは、ね、接線の傾向きがだんだん寝てくるということ、ね、接線のだだんだん寝てくるこれ限界代替率低減の法則というふうに言うんですよ。ね、接線のだだんだん,だん,だん小さくなる、ね、でどうしてだんだん小さくなるんですかってことなんですけども例えばビールの消費量が2杯の時、ね、ビールの消費量が2杯の時ビール1杯おかわりできましたそしたら、ね、ビールの消費量が2杯の時っていうのは、ね、ビール飲みたくてもしょうがない。 そんな状況の時ですからビールの張り固めがでかいんでかんすよビールの消費量が2杯目の時っていうのは今底なしの家庭アンドレザジャイアントの家庭です、ね、底なしですもう飛行機のお酒全部持ってこい。 俺が飲み干してやるからこういった状況ですよだから2杯目の時なんていうのはもうまだまだピンピンしてこうもう飲み会はこれからだって話ですよその時ビール1杯をおかわりできるんだとしたら自分はですねビール飲みたくてしょうがないビールの希少価値が高いんだから芋焼酎ですね10杯諦めてもいい芋焼酎はマイナス10でもいいんだという話なんですねですからビールの消費量が少ない時っていうのはビールのありがたみが大きいからね 諦めてもいいと思えるもう一方の財の量である芋焼酎の量はね大きいということですビール一杯おかわりできるんでしょいやじゃあ自分は芋焼酎マイナス十杯でもいいよとね。なんでそんなにでかいんですかありがたみがビールの消費量が少ないときはでかいからとビール飲みたくてしょうがないですよねケーキでもいいんですよねケーキも甘党の人がいてね、えー、ケーキ食べたくてしょうがないと いうのはケ,ーキのケーキ1個おかわりさせてくれるんだったらもうケーキ食いたくてしょうがなかったと芋焼酎もう10パ諦めてもいいですよとそういった話なんですよね。いいですかじゃあ今度その次ですね、まあ、だからこっちからいきましょうかね。 だからこのありがたみでやっぱり考えるといいんですよで財の希少価値で考えるとやっぱりいいんですよねだからこのビールの消費量が少ないとき、まあ、例えば A 店ですね例えばこの A 店なんですけど A 店というのはビールの消費量が少ないから2杯ですからねビールのありがたみが大きいんでビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎がマイナス10でもいいね つまり接線の傾きが、ね、ビール1の増加に対して横1の増加に対して縦の変化が変化分がナ1 0だから接線の傾きが、ね、デルタ x 分のデルタ y でプラス1分のマイナ1 0で表現できるだから結局マイナ1 0ですねだから限界大大率はマイナス無視って考えるから10なんですよ。ね、じゃあ今度その次です、ね。ビールの消費量が5杯です。ね、ビールの消費量が5杯 だから消費量増えましたねでそうするとですね通常の人はビールのありがたみは小さくなりますねもう5杯も飲んでんじゃんみたいなね,ね、えー、そろそろちょっともうビールはいいかなみたいなね、えー、底なしの家庭を置いてますからねいくらでも飲めますけど、えー、だけどありがたみは小さくなりますね0杯目1杯目2杯目3杯目ときて、ね、やっぱり0杯目1杯目もうこれは紅葉の、ね、高まりでかいですよ。 なぜならばあービールのありがたみがでかいから消費量が少ない時っていうのは材の希少価値が、ねえー、高いから,だからビールの消費量が増えていくと材の希少価値が下がってきてありがたみが小さくなるものですからビール1杯おかわりできたとしても紅葉があんまり高まらない紅葉があんまり高まらないんだったら諦めてもいいかなとうう思えるですね芋焼酎の数、ね、これは少なくなりますよ。1杯おかわりできるビール あそれは嬉しいは嬉しいけどでもそんなに効用高まんないからじゃあ芋焼酎そうだな諦めてもいい数っていうのはじゃあ2杯ぐらいかなマイナス2ぐらいですかねっていうふうになるわけですよ。ね、だからビールの消費量が少ない時っていうのは芋ビールいっぱいおかわりさせてくれるのだったら芋焼酎マイナス10になってもいいよと、ね、だから限界耐替率が10だったビールのありがたみがでかいから限界耐替率はでかいんです。だけどビールの消費量が増えるとですね ね、ビールの消費量が増えるとビールの希少価値が小さくなるビールのありがたみが小さくなるもんですからビール一杯おかわりできたとしても大して嬉しくない大して嬉しくないから諦めてもいいと思えるですね芋焼酎の数はたったマイナス2というふうになるわけねだから節制の傾きはデルタ X 分のデルタ Y ですからビール一杯おかわりに対して芋焼酎マイナスにということで1分のマイナスにすなわちマイナスですよ 限界代替率というのはマイナスを無視して考えますから2ですよですからビールの消費量が2から5にビールの消費量が増えていくと限界代替率は10から2に減るんですよこれが限界代替率低減の法則なんですビールの消費量が2から5に増えました限界代替率はどうか10から2に減りましたビールの消費量が増えれば限界代替率は小さくなるこれを限界代替率低減の法則と言います でなぜ限界代替率が低減するのか限界雇用低減の法則とロジックは全く一緒一材モデルなのか二材モデルなのか違いだけですよ一材モデルで考えたらこれ限界雇用低減の法則ですよ、ね、二材モデルで考えたらこれ限界代替率低減の法則ですよともに本質部分は一緒つまり財のありがたみ希少価値ですよ消費量が増えていくと希少価値が小さくなるだから雇用が一泊おかれしても高まらないんですよあんまり あんまり高まらないから限界効用は小さくなるし一杯おかわりしてもあんまり効用が高まらないから諦めてもいいかなっていうふうに思えるもう一方の財の量、芋焼酎の量が小さくなる少なくなるという話なんですよねだから本質部分はありがたみなんですよ平たい言葉で言うとだけどありがたみとかって言うとね やっぱ不動産鑑定しか大人の試験ですからねあの小学校の,、えー期末あのえー、試験とかじゃありませんので大人の試験ですからだから「ありがたみ」とかって書かないでうん財の希少価値みたいなね、えー、その大人が使うような専門用語を使ってですね消費量増えていくと財の希少価値が下が下りますよねだから、ね、諦めてもいいかなっていう限界あのもう一方の財の量限界大れたりすよ これが小さくなるんじゃないですかとこれが限界代替率低減の法則ですよという話なんですねだから無差別曲線の接線の傾きはだんだん XY の消費量を増やしていくと寝てくる傾きの大きさがだんだん小さくなるこれは限界代替率低減の法則と言われる現象なんだとなぜそんなことが起こるのか財の希少価値ですよありがたみですよ限界雇用低減の法則と本質部分は同じということですね 1一材モデルなのか2材モデルなのかそこのところに違いがあるということですよね。で,ですかね、だから X 内の消費量を増やしていくとですねこの限界代替率が小さくなるんだというところですね、まあ、しっかりと押さえておいていただければと思いますね。だからこんなところね、もう本当に暗記はしないでくださいね、暗記はね、やっぱり本質部分をつかむと。 で今のところですね別にそんなに難しい数学使ってないじゃないですか接戦の傾きだなんだってちょっとあんまり、ね、普通の日常生活を送ってればですね私も昔サラリーマンやってましたからねいすゞ自動車っていうトラック作ってる会社で、えー、ひたすら原価計算やってましたけどあのな限界代替率ととかかっって考えたたこともなかったですよ、ねあのうん、経済学勉強してたらもちろんげ限界代替率とかそういう概念も,もちろん知ってましたけど、ねえー、社会に出て「限界代替率だ」「限界 用だ限界費ななんて全然もう考える場面がなかったつまり、えー、会社での仕事っていうのはその経済学のこういった概念使いませんけど、ねえー、この経済学という概念はこの限界っていうのを特にミクロ経済学では使うということでね、えー、そこが大切な問われるところですから。 えー、押さえていいただければと思いますねでさらに19ページにいきますであの無差別曲線の接線の傾きこれがあデルタ X 分のデルタ倍それにマイナスをくっつけた概念が限界代替率ということですねで X 剤の消費量が増えていくとです、ね、X 剤のありがたみが小さくなるものですから諦めてもいいかなと思えるあのもう一方の材の量が減ってくるつまり限界代替率が低減する接線の傾きがだんだん小さくなるだから原点に対してこれ、凸型って言うんですけどね あのね、無差別曲線、こういうふうにありますね、でねうんどこかに書いてあるんだけどな、えっと、21ページですかね、えっと、21ページで原,原点に対して凸型というふうに言うんですけど、こういうふうに言うよね、原点ゼロに対してこう出っ張った形、これ原点に対して凸型というふうに言いますけど、無差別曲線は原点に対して凸型になるという話なんですね。で、なぜ原点に対して凸型になるんですか、なんでそんな性質なんですかと。 こういうね、えー、ことが問われるんですね。で、無差別曲線というのはね、まあ、これからね、あのー、消費者家計のですね、効用最大化の条件式をね。グラフ、条件式、式とですね、グラフで、えー、その効用最大化の状況をですね、明らかにしていくんですけれども、ね。その時に無差別曲線を使うんですよ。効用最大化を示す際に、無差別曲線というのは、非常に重要な概念なんですよ。 ですから、無差別曲線は大切な概念なんで性質をですね、しっかりと押さえておきましょうとそういった話になるんですねじゃあやっていきましょう4つほどあります、えー、無差別曲線の性質でまず1番,、えー、番目ですね、右下がりであるということね。無差別曲線というのはこの右下がりになる横軸に X 剤の消費量ビールの消費量ですね、縦軸に Y 剤の消費量イモジョチ焼中の消費量ですね、右下がりになる 紅用水準が100で右下がりになる、ねえー、ということですねでまず仮定なんですね代替性の仮定二剤が交換可能という仮定ですねだからね例えばあこのね万年筆とうんこのペンケースこれ交換例えば可能ですねで万年質あげるからペンケースくださいみたいな感じで交換可能ですね交換可能 X 剤と Y 剤が交換可能、ね、ビールと芋醸醤交換可能この交換可能な状況を考えてくださいだから例えば ねビールと石ころとか石ころなにいらないですよね石ころ欲しいですからいらないですよ私は石ころ欲しい人はいいですよね石ころ欲しい人はそれは X 材がビールね、えー、Y 財がいもあの石ころでいいですけど私石ころなんていらないですからだからあの石ころが欲しい人は Y 財が石ころでもいいですけどねこの無差別曲線を考えるときは X 材と Y 財交換可能なもので考えると。 だからビールと芋焼酎とかビールとまあケーキだとか、うん、ね、えー、ビールとーマンネースだとかね何でもいいですけど交換できるかなっていうその財で考えてくださいねであればねであればですねビール一杯おかわりするとですね紅葉100よりも増えるじゃないですか不飽和の過程を置いてるんです消費の不飽和の過程を置いてるということはビール一杯おかわりするとですね紅葉が増えるんですよだから紅葉100に とど、えー、めるにはですねもう一方の財の消費量を減らさないといけないじゃないね、ビール一杯お借りしたら紅葉が100だったのが、ね、一杯お借りしたら不法の過程があるんで紅葉上がっちゃうんですよだから無差別曲線上のおね紅葉水準を維持するためにはですねもう一方の財の消費量を減らさないと紅葉水準100維持できないじゃないですかだから一杯お借りしたら紅葉水準100を維持するためにはもう一方のわ、えー、財の量 Y 財の量を減らさなければいけないだから えー、無差別曲線というのは必ず右下がりに描かれるんだという話なんですね。一方で丸二番これ丸二番の性質が特に大切なんですけどもお右上に位置するほど効用が高いと。 功用水準が高いということで無差別曲線ってね、いっぱい描くことができるんですよ功用水準が百の無差別曲線二百の水準です三百の水準ですいっぱい描くことができるんですけど右上に行けば行くほどですね功用水準がでかいですなぜ右上の無差別曲線というのは満足感、功用水準がでかいのかそれは消費量が多いから右上の無差別曲線というのはより消費量が多いんですよより消費量が多いんだったら 家庭として消費の不法案の家庭を置いてましたね。アンドレ・ザ・ジャイアントの胃袋ですよ。酒持ってこいの世界ですよ。消費量が増えれば増えるほど雇用は増えていくんですよ。だからね、リアルな世界だったらはっきり言って気持ち悪くなりますよね。いやもうちょっと見たくもないですってね。気持ち悪くなる。それは考えない。 それは消費の非飽和の過程って言うんですよ。だから消費の非飽和の過程だったら。右上の無差別曲線というのは消費量でけたでかいんですよ。例えば a. 点 b. 点 c. 点。ね、この u. 一っていうのは a. 点ですね。a. 点っていうのは消費量がビール、芋焼酎五合ずつですよ。ね、右上の、えー、無差別曲線 u. 二、二、雇用水準二百ですけど b. 点ですよ。b. 点っていうのは、ね、a. 点よりも消費量多いですよ。消費量多いんだから、消費の非飽和の過程を置いてるんで、雇用水準高い。 さらに右上の無差別曲線上の C 点というのはさ、ね、らに X 罪も Y 罪も消費量多いですよ消費量の不法案の過程を置いてると公用水準案だから大きくなるという話ですよね。でそれからですね互いに交わらないこれも大切なところですね交わっちゃいけないということですね。 でその際のお過程なんですけども移性の過程無矛盾性の過程ですね移性の過程っていうのは、まあ、民法とかねよくやってるのかも分かりませんが A=BB=C イコール、B B、イコール、C、ならば A=C イコール、C、というねそういった関係が成り立つ場合移性の過程が成り立ってるっていうふうに言ったりするんですよねで、えー、この移性の過程を成り,立た成り立ってるというふうに考えますとですね えー、交わらないということなんですけども、あのー、証明方法でね、入り法という,う方法があるんですよ。間、え、接、ー、証明法というふうに言われたりするんですけども、あのー、直接証明法、三段論法っていうのがありましてね、それこそ a イコール b、b イコール c ならばね、えー、a イコール c っていうまあ三段論法っていうのがありますけども、あの三段論法じゃなくて間接証明法っていうのがあるんですね、えー。例えば今回だったらね、交わらないという結論になるんです。 無差別曲線はいっぱい描くことできますよ交わらないという結論になるんですなんで交わらないのかというと配理法間接証明法で証明するこれがありふれた証明のやり方なんですじゃあ見ていきます、ね、交わるらないっていうのが結論なんですけども交わらないっていうのと交わるの二択じゃないですかそもそも、ね、交わります交わりませんどっちかですよね,ね交わるか交わらないか二択ですよね まずそこを確認してください。ね、で、ね。交わるっていうことを仮定してください。ね、で交わるっていうふうに仮定すると矛盾しちゃうんですよ。なので交わるっていうのが誤りですね。もう一方の交わらないっていうのが、ね。成り立ちますね。ねこういった証明の仕方を入り方というふうに言うんです、ね。例えば二択、今回のように二択の時に説明できるんですよ。交わるか交わらないかのどっちかなんだと。 じゃあ仮に交わると考えてみましょう交わると考えてみるといや矛盾しちゃうなとじゃあ交わるっていうのはなしだったんだよと交わらないっていうのが正しかったんですねと交わらないっていう性質が成り立つんですねとそういった話なんですねじゃあんで交わるっていうふうにやっちゃうとダメなのか矛盾すするんですよこちらですね、えー、無差別曲線交わってますね U という無差別曲線 有という無差別規制に交わってます、ね、で、ね、交わってるっていうのを仮定して考えますよまず、ね、で矛盾する矛盾するから交わってるっていうのはなし、ね、交わってないのが正解っていうふうになるわけですねじゃあ交わってるって考えますで矛盾を導きます、ね、じゃあ交わってるっていうふうに考えますけど矛盾しちゃうんですよじゃあまずいきますよ、ね、A 点と B 点というのは これ U2 という無差別曲線上でに乗ってるじゃないですか A 点も B 点も U2 という無差別曲線上に乗ってますから A と B っていうのは公用水準が同じですねいいですか一方で B と C っていうのは今度は一方で U1 という無差別曲線上にあるから同じ無差別曲線 U1 上にある点 B 点 C なんで B と C も公用水準が一緒ですね A と B は U という無差別曲線上にあるから A と B 高揚水準同じ。B と C も U という無差別曲線上にあるから B と C も高揚水準が同じ。だから A イコール BB イコール C なんで移性の過程を考えると A イコール C になっちゃうんですよ。ね、A と B が同じ。ね。B と C も同じ高揚が。 じゃあ、A. と B. と B. と C. が効用同じな団だから、から A. と C. も効用同じじゃないですかと。これが水性の過程が成り立つってことですね。じゃあ、皆さん。A. と C. が水性が成る、水性の過程が成り立ってると。効用水準が等しくなるわけなんですが。おかしくないですか。A. と C. が効用水準が同じだったら。なんでおかしいですか。A. と C. が効用水準を。同じだったらおかしいんですよ。で、どうしてかっていうと。 A も C も Y 財の消費量は10で同じなんです。だけど A は X 材の消費量は5なんですよ。C 点は X 材の消費量は10なんですよ。Y 財の消費量は同じで X 材の消費量 A は少ないんです。C は多いんです。だったら Y 財の消費量が同じで X 材の消費量は C 点の方が大きいんだから C の方が高用がでかいに決まってるじゃないですか。 だから矛盾するんですよ交わっちゃったら矛盾するんですよ交わっちゃったら A 点も C 点も雇用水準が同じ無差別なんです A と C は雇用水準が無差別なんです交わってるとだけど矛盾するじゃないですかだって C の方が X 値の消費量が多いんで雇用水準高いですよ消費のファーの方が置いてるんですからだから矛盾するんですよ矛盾しちゃうからじゃあ交わってるってダメじゃないですかと 交わってるっててるですよって矛盾しちゃうんだからとだから交わってるって駄目交わってないが正しいとだから無差別曲線は交わりませんといっぱい描くことができるけど、ね、交わっちゃいそうだけど交わりませんとだって交わると矛盾するからとこの証明方法を「入り方というふうに言うんですねちょっと知っといていただければと思いますね。 でそれからですね、えー、と21ページの今度はあ最後のところですけども丸4番ですね原点に対して凸型ですね、えー、無差別曲線というのは原点に対して凸型になると原点に対してぐっと出っ張った形になってるわけなんですけどなんでかというと限界代替率が低減するからと、ね、X 剤の消費量が増えていくとですね X 剤のありがたみが小さくなるんで諦めてもいいかなっていうもう一方の財の量 Y 財の量はだんだん小さくなる。 だから限界代替率は低下していいくということですね。ですか,ねだからこの限界代替率つまり接線の傾きがだんだんこう小さくなっていくから下が、ねえー、って限,、あのー、限界代替率が低減するっていうのを考えると無差別曲線は必ず原点に対して突型、ね。限界代替率が XI の消費量が小さくなるっていク XI の消費量を増やしていくと限界代替率が小さくなっていくから、ね、必ず限界代替率低減の法則っていうのを 踏まえてですね議論すると無差別曲線はね前提に対して突型にならざるを得ないとだってこう X での消費量を増やしていくと先生の方もね寝,寝てきますから、ね、いいですかねまあこのように考えることができるのかなとういうことですねだから無差別曲線ですねあの四、ー、つ性質がありましたねでどういう前提 法則を考えたらその性質が実現するんですかとこういうところが大切なところかなというふうに思いますけれどもちゃんとその性質列挙できるようにそしてどんな過程法則が成り立っている時にそれが導かれますかとどうしてですかどうしてそれが導かれるんですかそんなところをきちんとですね説明できるようにしておいていただければと思いますね。消費者家計っていうのは 用最大化というですなんですからですからがまずありましてそれをグラフで表現する数式で表現するこれをやりたいわけなんですけどグラフで表現する際にはまず無差別曲線を使うとそしてグラフあの数式で表現するということは無差別曲線の実は接線の傾きこれを使うと。でマイナス取っ払って限界代替率の形にして 示すすとということなんですけれども紅、えー、用最大化の状況をです、ね、これから経済学というのは図式文章ですから、ね、図でも示しましょうグラフで示す、ね、数式でも示しましょう、ね、限界代替率接線の傾きの概念を使って示すということで、ね、これからはそういう次、ね、回、えー、になりますけれども紅用最大化の状況をです、ねうんまあ、数学を使って示していくという形になっていきます。 えーまあ、以上でね、えー、今日やりたかったところが終了ということなんですけどもあの、1点ちょっとね、復習のお話をさせていただければと思いますけども、あのしっかりとも復習はね、やっていただきたい、えー、これはちょっと初めのところに言うべきだったのかもしれませんけども、ちょっと書き足しといてもいいかもしれませんね、ちょっとあとで書き足しとこうかな。 えっと、予習と復習ねもちろん両方やるに越したことないですよもちろん両方やるに越したことない予習をやるんだったらどこが分かってないのかなあここは自分1人でも独学でも分かりそうだなでここは分かんないからしっかりと集中して聞こう、えー、ここはなんかこう自分でもある程度分かったからちょっとリラックスして聞こうみたいなこうメリハリつくじゃないですかだから予習はした方がいいんですけどもだけど多くの方は働いてますよねだから、うん、復習だけでも通常いっぱいいっぱいなんです。 あのね、この経済学は半端ないですよ大学2年生ぐらいまでを全18回でボーンとやっちゃいますからあっという間にやっちゃいますからこれ半端ないんですよだから相当大変だと思うんですよねだから予習ちょっと無理という方が多いかなと思ってます、ね、働いてる方が多いですからだからもうこれ極端な話もう復習だけでもいいですよ えー、予習やったほうがいいですけども,も復習がおろそかになるぐらいだったら復習だけでいいですよだから復習だけでいいとしますじゃあどういうふうに復習すんのよっていうことなんですけどもグラフを皆さん書けるようにしましょう横軸に何がきて縦軸に何がきてどんな形になるのかなそれを書けるようにしましょうそして法則等があればですねそれをですねグラフでちゃんと説明できるようにしましょうそして今日はあんまり数式出てきてませんけど数式もちゃんと示せるようにしましょうつまり図式文章ですね 図式文章経済学っていうのはある概念を図でも示す数式でも示す言葉でも示す3つ使って示していく他の学問とはそこが決定的に違うところ、ね、図式文章ですそれを自分でですねできるようにしてほしいその際にグラフをきちんと書けるように数式をき,きちんと使えるように、ね、してほしいということでだから図とそれから数式を中心にですねだからグラフを書きまくると。 横軸に何がきて縦軸に何がきてどんな形になるのかなグラフを書きまくるもう徹底的にもうあの吸収してくださいね数式も書きまくって徹底的に吸収していただければと思いますねですよね図式文章ですからグラフと数式を中心にですね概念を理解していただければと思いますねはいえそれではですね本日の講義ですね第1回目の講義ですけども以上といたしますどうも皆さんお疲れ様でした